ママ、助けて。パパが交通事故に遭って意識が戻らないの。え？ついさっき電話がかかってきて、もう私どうしたらいいか。落ち着いて。今どこ？もやと病院。今すぐ来て。おばあちゃん家の近くにある救急病院だね。あ、でもその前に家に寄ってほしい。どうして？しばらく入院になると思うの。だから着替えとかいろいろ必要で。確かに。よろしく。今日初めてできた彼氏とのデートだったのにごめん。気にしないで。パパについててくれてありがとう。当然だよ。この世でたった一人の大切な父親だもん。最近話してるとこ見たことなかったけど、そんな風に思っていたなんて。思春期なんてそんなもんだよね。でもごめん、すぐにそっちには行けない。は？早くても夜になると思う。なんで？待てないよ。そんなこと言われても。パパが大事じゃないの？なんとか都合つけてよ。千秋、事故で重傷なんだよ。けど田舎のおじいちゃんが危篤で今向かってるところなの。もうすぐ死ぬやつ見送っても仕方ないじゃん。ひどい。本当のことだし。私も一緒に行こうかって言ってくれたのと同じ人間とは思えない。乙女心と秋の空って言うじゃない。なんか今日のあなた変だね。パパがこんなことになって混乱してるだけ。そっか。汗と涙でワンピースがびしょびしょだよ。せっかく今日のために買ったって言ってたのにね。ほんと豚に真珠って感じ。え、我ながらよく似合ってるって喜んでたじゃない。ああ、豚でも真珠を身につければそれなりに見えるって意味だよ。やっぱり変。そりゃそうなるって。初デート中にパパが死にかけてること知らされたんだから。そういえばどうして電話に出られたの？10時開演の映画に行くって言ってたじゃない。それが何？映画館なのに電源切ってなかったんだ。それは。それとどうして私じゃなくて娘のあなたに連絡が来たんだろう。そんなこと今はどうでもいいから。でも。ああ、もう無理。一人で心細い。気がおかしくなって車に突っ込んじゃいそう。何言い出すの。さよならママ、今までありがとう。待って、変なこと考えないで。だったら今すぐ家に戻ってきて。早くしてよね。母にはざっくり事情を説明して、私は家へと急ぎました。家に向かう途中、電車の中で14歳の娘との LINE を何度も読み返しましたが、やはりいつもの娘ではないような気がします。あの子の言うように、自分の父親が事故に遭ってパニックになっているのかな。でもなんだか胸騒ぎがする。私の名前はミカ、45歳。2日前、母から父が危篤との連絡を受け帰省しようとしていたところなのですが、不幸なことというのは続くものですね。娘に言われた通り家に行った私ですが、家に戻るとリビングにあるクローゼットの中で泣き叫ぶ娘がいたのです。3時間後、家に戻ったらクローゼットの中に娘がいた。へえ。病院に行ってるはずのあの子がなんで家にいたの？そう。とぼけないで。あなたがあの子を閉じ込めたんでしょ？入院中の俺にそんなことできるわけないだろ。嘘つき。え？千秋から全部聞いた。さっきまで私と LINE してたのはあなたよね。はあ、バレたか。なら俺がこんなことした理由も知ってるよな。義実家で飼ってる犬のラッシーの世話を代わってほしかったから。正解。不在の母さんの代わりに頼まれたんだけど、大事な用事ができちゃって。それで千秋に代わってくれって頼んだらしいわね。でもあいつ、しょうもないデートのために断りやがった。それで今度は私に押し付けようとしたわけか。そう。でも本当のこと言っても断られるだけじゃん。当然。だから千秋になりすまして、俺が事故に遭ったことにして LINE を送ったわけよ。クズ。作詞だよ。まんまと引っかかりやがって。バーカ。あの子からスマホを奪うために気絶させるなんて父親とは思えない。揉み合ってる時にあいつが机に頭ぶつけて勝手に意識失っただけ。その後の行動も最低。その隙に実家からラッシーを連れてきたこと？それの何が悪い？
千秋言ってた。顔になんか生温かいものを感じて、目を開けたら目の前におばあちゃんの家の犬がいたって。今思い出しただけでも笑える。あいつラッシー見た瞬間部屋の中走り回ってさ。あの子犬が苦手なの。だから隣町ですぐ行ける距離なのに義実家にも近寄ろうとしないでしょ。そんなに嫌いなんだ。それなのに遊んでもらってると思った。ラッシーがあいつを追い回してさ。ああ思い出しただけで腹が痛い。スマホもべちゃべちゃに舐められて助けも呼べない。だからスマホを取り上げる必要もなかったんだ。かわいそうに地獄だったって号泣してた。それでお前が来るまでずっとクローゼットに隠れてたっていうのかよ。そもそもあなたがお母さんに断ればよかっただけのことなのに。それは無理。母さんに嫌われたくない。何それ。困らせたくないし。なんで自分の母親には優しくできるのに娘に愛情を注げないの。生意気すぎるからだよ。親の顔が見てみたい。え、嘘。どうした。お父さんが亡くなったって。マジ。そんな、お父さん死に目に会えなかった。どんまい。あんたのせいよ。え、あんたがこんなことしなけりゃ見とることができたのに。死にかけのゾンビより今生きてる人間を大事にしろよ。お父さんごめん。くよくよすんなって。前見て生きろ。どの口が言ってんの。あんたが私たちにしたこと絶対に許さないから。はいはい分かったから、ラッシーの世話よろしくな。5時間後、帰ったら机の上に離婚届があったんだけど。どういうこと。そのままの意味だけど。意味わかんねえ。それにラッシーはどこに行ったんだ。ラッシーならお母さんが連れて帰った。え、私があなたがしたことを LINE で報告したの。余計なこと。お姉さんの家に泊まる予定だったらしいけど、私の話を聞いてて慌てて来てくれたわ。お前母さんに余計なこと言ってないだろうな。ありのままをお伝えしただけ。は？顔が真っ青になってたわ。お前最初は信じてくれなかった。あの子がそんなことするはずないって。そりゃそうだよ。俺は47年間優しい息子としてやってきたんだから。でも論より証拠だね。千秋が泣きながらお母さんに話したの。そしたらお母さん怒りで肩が震えてて。え、あんなやつ息子じゃないって。ふざけんな。母さんを失望させやがって。自分のせいでしょ。最悪だよ。母さんの信頼を失った。俺はどうすればいいんだ。自分が撒いた種じゃない。謝っただけじゃ許さねえぞ。逆恨みもいいところね。とりあえず戻ってこい。二度と余計なことできないよう体に教えてやる。絶対に嫌。今どこだ。来ないならこっちから迎えに行く。言うわけないでしょ。二度と連絡しないで。そもそもお前が犬の世話を断ったから悪いんだろ。まだそんなこと言ってるの。俺のは外せない大事な用事だったから仕方がない。だから俺は悪くない。なのになんで嫌われなきゃいけないんだ。用事って浮気でしょ。え、気づいてないと思ってた。何言ってんだか。あんたが浮気していることはとっくに知ってたよ。ちょっと何言ってるかわかんないな。最近スマホばっか見てるし、今までジャージしか着てなかった人間が急におしゃれしだしたし。男は45歳過ぎたら急にカッコつけたくなるもんなんだよ。今まで顔も洗わなかった人が急に何十種類も化粧水を使い出したら疑うのも当たり前でしょ。乾燥肌が気になってな。つけすぎたら肌に吸収されなくて逆に乾燥するの知ってた。そうなのか。他には何をすれば美肌になれる。モテようとしてんじゃないわよこの浮気男が。だからしてないって。そういえば先週の水曜私家にいなかったでしょ。ああ老人施設の夜勤の日だったっけ。その日は千秋も友達の家に泊まりに行ってた。それがどうした。次の日帰ってきたらびっくりよ。だから何なんだって。
いつもは絶対そんなことしないのに、現れた食器が水切りかごにきれいに並べられていたから。え？私たちが不在の家に連れてきた女がやったんじゃないの？俺だってたまにはきれいにするさ。でも一つだけ汚れの取れてないグラスがあってね。なんだと？飲み口のところに赤い口紅がついてたの。嘘だ、几帳面な彼女がそんなの洗いそびれるわけがない。へえ。あ、彼女さん几帳面なんですか？あ、いや、これはそんなわかりやすく洗い残しがあるわけないじゃない。かまかけたのか？まさかこんなに簡単に引っかかるなんて。人を騙すなんて最低だぞ。あんただけには言われたくない。そう、せっかくユリリンと楽しい一日を過ごしてきたっていうのに、お前のせいで最悪な気分だ。大事な娘に怖い思いをさせといてよくそんなこと言えるわね。うるせえ、付き合って5ヶ月目の記念日だったんだから仕方ないだろ。あなたにも相手の女にも浮気の慰謝料を請求するから。やめろ、彼女は関係ない。かばうんだ、浮気してる時点でアウトだけど。既婚者と分かって関係を持つなんてもってのほか。余計なことはするな、結婚してることは言ってないんだ。そうなの？だって既婚者だって知ってたら付き合ってくれてない。でも家に呼んだ時点で気がつくんじゃない？彼女と付き合う少し前に離婚したと嘘をついたんだ。信じたの？荷物があるのに。嫁と娘が引っ越した先は狭いところだから、今少しずつ荷物を出してるってことに。あんた嘘しか言わないわね。既婚だとバレたらおそらく俺は振られる。どうでもいい。それに俺がお前に慰謝料を払うことになったら、ユリリンとの交際費に影響が出るじゃないか。滅びろクズ男。え？あんたの自己中な行動のせいで私は一日で大切な人を二人も失うところだった。千秋は生きてんだろうが。突き飛ばして頭打ったって言ってたよね。打ちどころが悪かったらもしかしたら死んでたかもしれない。それは責任取れるの？いや。身勝手な行動がどれだけ周りを傷つけたかしっかり反省して。はい。あなたのことは傷害罪で訴えるから。え？当然よね。娘はあなたのせいでおでこにコブができたんだから。それだけで離婚もするし、慰謝料養育費も請求する。反省してるからそれはやめて。無理。頼む、離婚なんてしたら母さんや会社にはなんて説明すればいいんだよ。ああ、体裁の問題ですか。ほんと、どこまでも自分勝手。あ、違う、今のはつい本音が出ただけで、こんなこと言うつもりじゃなくて。あと、前科のついた人間が今まで通り会社にいられると思ってんの？え？あんたと話してたらほんと疲れる。もう LINE 終わるね。許してくれって。母さん、俺が結婚した時すごく喜んでくれてたんだ。それで？だから俺が離婚したなんて知ったら悲しむ。大丈夫よ。え？このやりとりスクショしてお母さんに送ってるけど、優しい息子はもういないのね。こんなゴミクズ、1秒でも早く縁を切るわ、ですって。母さんに LINE してるのに全く既読がつかない。当たり前でしょ、ブロックされてるんだから。そんな。それじゃ私忙しいからこれで失礼するね。母さんごめんよ。後日談。その後、夫とは離婚。夫が既婚だと知ったユリリンは速攻夫と別れ、夫から私に連絡先を聞き出し謝罪の電話をしてきました。本当にユリリンは夫が既婚者だと知らなかったようなので、慰謝料300万円は全額夫に請求しました。もちろん養育費の450万の請求もしています。傷害罪で訴えられた夫は初犯のため猶予がついたものの、会社はクビに。また大好きなママに今回の件の弁解に行った際にダッシーにお尻を噛まれて追い回されてしまったようで、判決で近くの商店街を走っていたのを偶然ロケに来ていたテレビ番組に撮られ、全国に集体がさらされてしまいました。田舎に引っ越し、ボロいアパートで舌を向きながら生活しているそうですよ。離婚後、私と娘は平穏に暮らしています。3人で暮らしていた時よりも
楽しく笑顔も増えた気がしています。今日も残業だから会社に泊まるわ。また?今月に入って6回目だよ。仕事なんだから仕方ないだろ。こんなに泊まりが続くのって今までなかったよね。本当に残業なの?は?お前疑ってんの?専業主婦で3食昼寝つき、ずーっと家でぐーたらしてるお前に何がわかんだよ。私だって結婚前は看護師として働いてたんだから見下さないでよ。でも今は子供もいないのに専業主婦して。超楽勝だろ。お前が羨ましいよ。結婚したら家庭に入ってくれって言ったのはそっちでしょ。やめたのはお前の意思だろ。結局楽したかったくせに。そこまで言うなら今からでも働くわよ。働くって、5年も家事しかやってこなかったお前が?そんなに社会は甘くないんだよ。ほんとお前って世間知らずだよな。子供のことだって一度話し合おうって何度も言ってるのに、疲れたばかりで全然向き合ってくれないじゃない。お前は子供ができないんだから今更何を話し合うわけ?無駄なことに時間を使えるほど俺は暇じゃないんだよ。無駄なことじゃないでしょ?これからの私たちのために必要なことじゃない。本当だったら子供ができないお前なんか捨てたっていいんだ。だけど俺は優しいからな。仕方なく食わせてやってるわけ。だから、お前は文句なんか言わずに、俺の世話だけしてりゃいいの。もういいわ。それで、明日は帰ってこれそうなの?ああ、明日からは3日間出張。朝荷物取りに帰るから準備しとけ。え?出張?引いてないんだけど?今言ったんだからいいだろ。ごちゃごちゃ言ってねえで、さっさと準備しろ。お前は俺のおかげで食っていけてる。これを忘れんじゃねえぞ。私はともこ、32歳です。夫のヤマトとは5年前に結婚しました。私たちの間に子供はいません。子供が欲しいとは思っていますが、私が子供ができにくい体だと診断されてからは、夫の子作りに対してのやる気がなくなったようです。これからどうしていくのかを話し合いたいと思っていますが、夫は全く応じてくれず、時間だけがただ過ぎていくことに不安を感じています。そんな中、ヤマトは先月から帰ってこない日が増えてきました。本人は残業と言っていますが、泊まり込みでの残業なんて今までなかったので、何か怪しいと思っています。しかし、証拠がないため、もやもやした気持ちで過ごす日々。そんな時、突然ヤマトの元カノと名乗る人から LINE が来ました。これが私の人生を変える驚くべき内容だったのです。2日後、子供に食事も与えないなんてとんでもないクズ女ね。今すぐ離婚しろ。送り先間違ってませんか？あんた、ヤマトの嫁のトモコでしょ？そうですけど、どなたですか？私はヤマトの元カノのリサよ。元カノって、私と同じ看護学校に通ってたっていう？そうよ。ヤマトから元カノが私と同じ学校に通ってることは聞いたことがあるけど、クラスが違ったし、話したこともないよね。どうして私の連絡先を知ってるの？あんたが子供にご飯を与えないような最低な母親だから、腹が立って。同じ学校だった友達に聞いて連絡先を突き止めたのよ。ごめん、さっきから何の話をしてるの？しらばっくれるな。うちの病院に彼が子供連れてきたわよ。彼ってヤマトのこと？そうよ。あんたが私から略奪したヤマト。私がヤマトと付き合ったのはあなたと別れてからだったし、略奪とは言えないと思うんだけど。違うでしょ。あんたが無理やりヤマトに迫ったって聞いたわよ。私と付き合ってる時からヤマトにアプローチしてたんでしょ。は？何それ。そもそも告白してきたのはヤマトの方からよ。じゃあヤマトの嘘だったってこと？私には元カノに浮気されてたから別れたって言ってたけど。浮気？私はヤマト一筋だったわよ。保身のために嘘ついたわけ？あんたの言ってることが本当なら確かにヤマトは最低だけど、あんたも子供に食事与えないとかもっと最低じゃない。さっきから子供の話してるけど、一体何のこと？私たちに子供はいないんだけど。育てるのが嫌で子供をいないことにしてるなんて本当人として終わってる。
そんなこと言われる覚えないわよ。あんまり言いたくないんだけど、実は私不妊なの。え？嘘？信じられないなら不妊結果を送ろうか。自然妊娠できる確率はほとんどないみたいなの。じゃあヤマトが連れてきた子は誰なの？2歳の男の子だったわよ。ヤマトに2歳の甥っ子はいないし、友達の子供とか。でもその子、ヤマトのことをパパって呼んでたわよ。ヤマトも父親として対応してたし。なるほど。もしヤマトが本当にその子のパパなら、私以外の女との子供ってことになるわね。あ、ごめんなさい。私あなたが母親だと思ってたから。まあそう思うのが自然だし、素晴らしい正義感だと思うから気にしないで。私もヤマトは怪しいと思っていたところだったし。怪しいって？残業を理由にして帰ってこない日が増えてきたのよね。わかりやす、完全に真っ黒じゃない。ところでその子はそんなにひどい状態なの？そうね、ありえないくらい痩せ細っていたし、2歳児って普通は感情が豊かなんだけど、その子はずっと無表情だった。お風呂にもしばらく入ってないみたいね。ヤマトのことは許せないけど、まずはその子を何とかしてあげないと。そこは私に任せて。私の方でいろいろ調べてみる。ヤマトのやつ、浮気して子供作るとかほんと許せない。あなたに協力するわ。数日後。明日から出張だから準備しとけよ。へえ、また出張ね。あ、なんだよ。お前は俺が働いてるおかげで食っていけてるって忘れたのか？別に。ただ出張先って、あなたのもう一つの家庭のことかしらって思って。何わけわかんないこと言ってんだよ。彼女と子供が待ってるものね。は？私、全部知ってるの。どういうことだ？あなた、浮気してるでしょ。しかも子供まで作って。何を言い出したかと思えば、俺が浮気？そんな証拠あんのかよ。子供の名前は、ゆうやよね。え、なんで知ってんだよ。あなたの元カノから LINE が来たの。元カノって、もしかしてリサか？そうよ。病院で会ったのよね。お前とリサって関わりなかっただろ。どうして？あなたの連れてきた子供がありえないほど痩せ細ってたから、私の連絡先を調べて LINE してきたらしいの。同じ学校に通ってたんだし、調べればすぐにわかるわよね。ただの元カノがそこまでするか？それだけ子供の状態が異常だったってことでしょ。浮気も最低だけど、なんで子供をそんな状態にしたのよ。俺は悪くない。彼女とは合コンで出会って、ただ遊びのつもりだったんだ。それなのに妊娠したから結婚しようって言われて。結婚してるのに合コン行くとかありえないんだけど。魔が差したんだよ。それでやばいって思って別れたいって言ったんだけど、彼女全然別れてくれなくて、仕方なく既婚者であることを言ったんだ。彼女はあなたが結婚してることを知らなかったわけね。そしたら精神を病むようになってしまって、別れるなら飛び降りるって何度も LINE してくるようになった。ほんと最低ね。子供を下ろしてくれって何度も頼んだんだけど、下ろさなければ俺と結婚できるって言って下ろしてくれなかったんだ。子供を作るようなことしておいて、できたら下ろしてくれって自分勝手も大概じゃない。分かってるよ。でもとも子とはできなかったから、子供は簡単にできないって思い込んでたんだ。子供ができたのはお前の責任でもあるんだからな。私とできなかったのは、私が不妊症だからって説明したよね。あなたの考えが浅はかなの、私のせいにしないでよ。そんなの男の俺にはわかんねえよ。それで結局出産して育児は彼女に任せていたんだけど、俺がいない間はほとんど育児してなかったみたいで、どんどんやつれていく赤ん坊の写真が送られてくんだよ。そんな状態なら私と離婚してその子と一緒になればよかったじゃない。やだよ。彼女は目もうつろだし、家事も全然しないんだ。そんな彼女と一緒になるとか考えられない。どこまで自分勝手なのよ。彼女をそんな状態にしたのはあなたでしょ。責任取るのが当たり前じゃないの。俺はこんなつもりじゃなかったんだ。それから俺もたまに様子を見に行くようにしてたんだ。そしたら彼女からの要求がどんどんエスカレートしていって、そのせいで帰れない日が増えてたんだ。だから急に帰ってこなくなったのね。
だけど俺はずっとつきっきりでいられるわけじゃないから、ついに子供が倒れてしまって、彼女は全然知らん顔してるし、仕方なく俺が病院に連れて行ったらたまたまリサがいる病院だった。まさかリサがお前に連絡取るとは思わなかったよ。私もリサさんから連絡来た時は驚いたけど、本当に感謝してるわ。あなたが浮気していることはなんとなく分かっていたけど、確信できたわけだから。ここまで人として終わってるとは思わなかったけど、俺も必死だったんだ。彼女がこんな状態になるなんて想像つくわけないだろ。俺だって辛かったんだよ。あなたは彼女に未婚だと嘘をついて付き合ってたんだよね。それで彼女が傷つくことくらいわかるでしょ。そんなの見破れなかった彼女が悪いだろ。俺が既婚者なことくらい調べればわかることだし。それ本気で言ってる？付き合ってる彼氏が実は既婚者かもなんて普通思うわけないでしょ。私には残業だと嘘ついて、本当あなたって嘘ばっかだよね。俺がお前に嘘をついて彼女の家に行かなきゃ子供はどうなってたか。お前に俺を責める権利あんのか。いや、大ありでしょ。私が嘘つかれて浮気されたことと、あなたが浮気相手との子供の面倒を見ることは全く関係ないんだけど。関係あるだろ。そもそも浮気した原因はお前との生活に退屈してたからだ。あ、そう。どうせこれから他人になるんだから関係あるとかないとかどうでもいい話だわ。どういうことだ。まさか離婚とか言わないよな。逆に離婚されないと思ってたわけ。これだけ妻を裏切っておいて当たり前でしょ。頼む、離婚だけはやめてくれ。浮気したことは謝るから。謝って済む話じゃないでしょ。お前と離婚したら俺の世話は一体誰がしてくれるんだ。いい大人が何言ってんの。子供がいる父親の発言とは思えないわ。あ、それと慰謝料はしっかりともらうからね。慰謝料？子供がいるのに慰謝料を取るとか、お前は鬼か。彼女は仕事だってできる状態じゃないし、子供もろとも路頭に迷わせる気か。ああ、子供のことは安心して。え？リサさんが児童相談所に通報済みだから無事に保護されたみたいよ。はあ、何勝手なことしてんだよ。もうあなたに任せておけないでしょ。保護されたってその後はどうなるんだ。在宅指導か児童養護施設へ入所させるみたいよ。でもこれで子供の育児から解放されるのか。子供の安全は守られるから安心してあなたを裁けるってわけ。ちなみにあなたのご両親にもさっきこのことは伝えたわ。マジかよ。さっきから親から電話がやたらかかってくるのはお前のせいだったのか。どこまで伝えたんだ。もちろんあなたの浮気と子供のことも全部。最悪だ、もう家に帰れない。俺の親がこういうことに厳しいの知ってるだろ。厳格なご両親だものね。とても立派な方たちだから尊敬してるわ。そんなご両親に育てられたのにどうしてあなたみたいになっちゃったのかしらね。トモコ、俺にはお前しかいないんだ。俺お前に捨てられたら生きていけないよ。私はあなたを産んだ覚えがないので、あなたを育児する義務はありません。夫としても父親としても失格なんだから、誰にも迷惑をかけずに一人で生きていくといいわ。俺を捨てないでくれ。後日談。その後子供は児童相談所でしばらく保護された後、浮気相手の両親が引き取ることになりました。彼女はというと精神科に通い、少しずつ回復しているそうです。ヤマトは両親にだけでなく浮気相手の両親にもボコボコにされました。両親からは縁を切られ、浮気相手からは慰謝料を請求されているそうです。また子供の父親としての認知もさせられ、養育費も請求されました。ヤマトは多額の慰謝料と養育費を払うために仕事を掛け持ちして必死に働いているそうです。全部彼が招いた結果なので当たり前ですよね。いまだに復縁要請が来るので、慰謝料をすべて受け取ったらすぐにブロックしようと思っています。私は看護の資格を持っているためすぐに就職先が見つかりました。看護師として大変だけど充実した日々を送っています。リサさんとはあれ以来たまに会って食事する仲になりました。同じ看護師としていい親友になれそうです。
あんたって全然成長しないから今日から罰金制にするわね。一回私に注意されるごとに1万円払ってもらうから。え、そんなにお金に困ってるんですか？給料日前ですもんね。ランチ代くらいならお貸しできますよ。は？あんた私を誰だと思ってんのよ。私はうちの会社の社長の娘なのよ。お金なら有り余ってるわ。だったらどうしてそんな無茶なこと言い出すんですか？だからあんたの教育のためよ。庶民にとって1万円は大金でしょ。まあ1万円あったらいろいろできますよね。そうよ、あんたみたいな庶民にとって1万円の出費は痛いの。ああ、ランチ代じゃなくて1万円貸してほしいってことですか？ああ、給料日に返してくれるんだったらいいですよ。あんたってそうやってわざと天然のふりをして私をイラつかせようとしてるでしょう。そんなことないですよ、私和子さん好きですもん。しらじらしいこと言わないで。私よりちょっと若いからって調子に乗ってるんでしょう。そんなことないです。その上私の手柄まで横取りしちゃってさ。横取り？何のことですか？プルプル産業の件よ。あそこはもともと私が担当だったのにさ、あんたが横取りして大口の契約まとめちゃったでしょ。それは担当者がイケメンから怖そうなおじさんに変わったから担当降りるって言ったので。あのおじさんって結構偉い人で、ちゃんとお話したらあっさり契約がまとまっちゃったんです。もともと私が担当してたんだから私の名前で契約の報告をするのが当たり前でしょ。いや、他人の人の名前で報告したら怒られちゃいますよ。それに何なのよ、あんたが担当してたペコペコカンパニー、私が担当に変わった途端に契約打ち切るとか言われたんだけど。あー、担当がイケメンだから譲れって言ってきたとこですね。あの担当さん神経質なので連絡の時間とかまですごく細かいんです。はぁ、あ、どうしてそれを先に言わないのよ。伝えなかったあんたの責任でしょ。だから細かくマニュアル作ってお渡ししたじゃないですか。あんなの全部読んでるほど私は暇じゃないのよ。今度から全部口で説明しなさい。いや、担当の引き継ぎは書面でやるって決まってるじゃないですか。じゃないと言った言わないの話になっちゃいますので。はぁ、私は社長の娘なのよ。私の言うことよりもつまんないルールの方が大事だっていうの？いや、社長の娘さんならそんなに実績にこだわる必要はありませんよね。部長もあんまり和子さんに厳しく言ってるわけじゃないでしょ。当たり前じゃないの。みんなが社長の娘であるこの私に気を使ってるのよ。それなのにあんただけが盾ついてくるのがムカつくの。別にそんなつもりはないですよ。むしろ気を使われると仕事やりづらいかなと思って、私は普通に接してました。だったら遠慮なく私を特別扱いしなさいよ。遠慮なくって何ですか？私がその気になったらあんたなんて簡単にクビにできるんだからね。そんなこと言わないでくださいよ。それにずっとただの同僚として接してきたのに急に態度を変えるのも変じゃないですか？何が変なのよ。むしろ今までのあんたの態度が変なんだから。直接態度には出さないけど、みんなあんたの非常識さに呆れてるはずよ。そんなものなんですかね。ほんとあんたってどんなメンタルしてんのよ。もしかして私のことを心配してくれたんですか？やっぱり和子さんっていい人ですね。当たり前でしょ。だからあんたは私の言うことを素直に聞いてればいいの。わかりました。でも罰金は会社的にまずいと思いますよ。バレたら怒られちゃいます。あんたって変なところで冷静なのね。確かにお金のやり取りをしてるのを見られるとまずいか。そうですよ。だったらあんたにちょっと協力してほしいことがあるの。何ですか？わざと仕事でミスをしなさい。できるだけ派手なやつね。え？そんなことしたらいろんな人にご迷惑をおかけすることになっちゃいますよ。大丈夫よ、それを私が華麗にフォローしてあげるから。え、どうしてそんなに面倒なことするんですか？私の評価を上げるためよ。いや、だからどうして社長の娘さんなのにそんなに評価を気にされるんですか？別に会社としての評価はどうでもいいのよ。私が欲しいのは部長の評価なの。え、会社の評価と部長の評価って違うんですか？あんたって本当に鈍いのね。私は部長を狙ってんのよ。え、和子さんってスナイパーだったんですか？そんな危険な仕事はやめた方がいいですよ。はあ、本気で言ってんの？天然にも程があるわよ。天然とはよく言われますけど、正直あんまり好きじゃないです。もういいわ。要するに私は部長が好きってことよ。でも私が社長の娘だからか遠慮してるみたいでさ、なかなか誘いに乗ってくれないのよね。あ、恋バナですか？私そういうの結構好きです。だったら話は早いわ。私に協力しなさい。私が仕事で結果を出せば当然部長の評価は高まるものよ。そして部長も秘めてきた私への思いを打ち明けてくれるはずよ。
そういうもんなんですかね。でもミスは人に迷惑をかけちゃうので。今ちょうど契約がほぼまとまってる新規のお客さんがいるんですよ。それを和子さんがやったことにしたらどうでしょうか。新規のお客さんなので部長もきっと喜びますし、今担当が変わっても多分大丈夫なので。それはいいわね。でもそれだけじゃダメよ。どうしてですか。あんたの評価も下げないと相対的にさらに私の評価が高くなるでしょ。そういうことですか。でもやっぱり人に迷惑をかけることは気が進まないので。じゃあ今度の飲み会で私が飲みすぎて醜態を晒すっていうのはどうでしょうか。社会人としてまずいですよね。あんたなかなかいいアイディア出せるんじゃないの。ちょうど今週末飲み会があるわね。そこで実行しましょう。わかりました、頑張りますね。あんたやってくれたわね。はい、しっかりやりました。もう絶対に許さないから、パパに頼んであんたをクビにしてもらうから。え、なんでですか。醜態を晒すって言ってもやりすぎなのよ。なんなのあの不気味で下品なダンスは。ハッスルダンスです。私の大学時代からの持ちネタなんですよ。でもちょっとお下品なので社会に出てからは封印してたんですよね。でも醜態を晒すためにその封印を解いたんです。解き放ったんです。どうでしたか。お下品でキモかったですよね。多分部長もドン引きですよ。確かに最低だったわよ。でもなぜか男性陣に好評だったじゃないの。普段はおとなしくて真面目なのに意外とお茶目なんだなとかさ。なんであのキモダンス評価上げてんのよ。え、そうなんですか。部長まで可愛いとか言ってたし、あんたこれが狙いだったのね。本当に最低よ。違いますよ、私は本気で醜態を晒しに行ったんです。久々なんで前日から練習したんですよ、和子さんのためだと思って。天然だと思って油断したわ。あんたって本当にしたたかなのね。このままあんたを会社に置いとくのは危険ね。もう月曜日に会社に来ても席はないと思いなさい。待ってくださいよ、私は約束守ったじゃないですか。それなのにクビなんてあんまりですよ。約束を守った。しらじらしいこと言わないでくれる。結局あんたも部長狙ってたんでしょ。味方のふりしてこんなことするなんてさ、絶対に許さないんだから。私まだこの会社で働かないといけないんですよ。だからクビだけはやめてください。もうクビは確定だから、あんたと一緒になんか働けないし、さっさと次の仕事でも探した方がいいわよ。どうしてもクビなんですか。本当困っちゃうんですけど。何を言っても無駄よ。あんたはこの私を本気で怒らせたの。いい勉強になったんじゃないの。この世の中には絶対に敵に回しちゃいけない人がいるのよ。そんな、わかりました。でも和子さんにご迷惑をかけるといけないので、月曜日に自分で退職願いを出すことにします。あら、やっと自分の立場を理解できたのかしら。もう少し早く気づけたらよかったのにね。じゃあ絶対に月曜日に退職願いを出すのよ。出さなかったらすぐにクビにしてやるから。分かってますよ、約束は守ります。せっかく和子さんと仲良くなれたと思ったのに残念です。何が仲良くよ、ふざけないで。私とあんたは身分が違うのよ。二度と連絡しないで。ちょっとあんた何をしたのよ。あれ、連絡しちゃいけないんじゃなかったんですか。なんなのよ、どうして私が感動されちゃうの。どんな手を使ったのよ。私は約束通りに退職願いを提出しただけです。そんなの知ってるわよ、私も見てたんだからさ。そしたら社長に呼び出されてしまいまして。は、なんであんたごときが辞めるのにパパが出てくるのよ。まあ話せば長くなってしまうんですが、簡単に言うと私の父はデスペラードカンパニーの社長をやってまして。え、ちょっと待って、そこってうちの親会社の。そうです。は、本当なの。私は嘘つきませんよ。もう会社辞めちゃったんで取り繕う意味もありませんから。どうしてそのお嬢さんが子会社のうちなんかで働いてるの。いずれは父の会社で働くつもりだったんですけど、その前に経験を積むためにここで働くことになったんです。は、なんでそんな大事なことをちゃんと話さないのよ。だって言うと和子さんみたいに特別扱いされちゃうでしょ。それじゃいい経験はできません。私自身もそういうの嫌いなので。もしかしてパパに私が嫌がらせをしたことを話したの。え、嫌がらせって何のことですか。私は和子さんにすごくお世話になったってことを話しただけです。でも自分の失敗で和子さんに首を言い渡されたので、ちゃんと和子さんは悪くないって説明しましたよ。ちょっと全部嘘って言ってよ、パパ本気で怒ってるのよ。そういえば私の父もすごく怒ってたんですよね。謝るから、全部謝るからさ。だから全部なかったことにしてよ。どうして謝るんですか。私が悪いんですよね。もうこれ以上私を責めないでよ、正直に言うから。
あんたってなんか仕事もできるし、若いし男性社員からも人気があって、だからちょっと意地悪したくなっちゃったのよ。もうしないから許してよ。え、意地悪してたんですか？結構ショックです。もうやめてよね、私反省するからさ。だからパパに説明してよ、お願いだから。嫌です。嫌がらせしてたってことは私のこと嫌いなんでしょ？昔からよくこんなことがあったんですけど、私気づいたら絶対に許しませんから。え、急にどうしたの？私は本気で和子さんを信じてましたし、本当に好きでした。それを裏切られて許せるわけがないですよね。いや、だから謝ってるのよ。謝っても許されないこともあるんですよ。私にハッスルダンスの封印まで解かせておいて、今までの和子さんの言動に全てに悪意の刃が潜んでたって考えると怒りが収まりません。待って、そんなに怒らないでよ。多分和子さんって私以外にも似たようなことしてますよね。そこは徹底的に調査させてもらいます。私、父の会社への入社が決まりましたので、これから親会社として指導させていただきますので、和子さんはクビでしょうが、これまでやってきたことを全て明らかにした上で裁きましょう。ちょっと待って、そこまでやる人はないでしょ。私、やるって言ったら絶対にやりますから。とことんまでやります。和子さんにとっては私が絶対に敵に回しちゃいけない人だったみたいですね。では、和子さんのお望み通り、もう直接連絡を取ることはありません。まあ確かにいい経験になりました。さようなら。待ってください、本当に申し訳ありませんでした。どうかお許しください。お願いします、無視しないでください。その後、調査によって和子の悪事が次々と明らかになりました。同僚への嫌がらせのみではなく、立場を利用して金品の要求までしていたことまで明るみになったことで、被害者たちから訴えられることに。賠償額や慰謝料を含めると、和子は総額200万円以上を請求されたそうです。もちろん親にも完全に見放されてしまい、現在は借金まみれになって夜の街で働きながら返済に追われているとのことでした。一方、私は父の会社に席を移すことになりましたが、今度は周囲に和子のような人はいないので、充実した毎日を送っています。せっかくのアフリカ旅行で高熱出すなんて、お前どんだけ空気読めねえの？ごめん。マラリアだっけ？そんな恐ろしい病気にかかるなんてバカすぎるわ。予防薬が1錠800円もするから、もったいないって言ったのはケントじゃない。病院も予約してたのに、行く必要ないって勝手にキャンセルして。でも俺はこの通り、何でもないぞ。お前の運が悪すぎるんだよ。長袖や手袋でしっかり対策してたつもりだったんだけど、迷惑かけてごめん。今どんな感じなの？熱が上がったり下がったりしてる。今は少し楽。あとどんくらいかかんの？わかんない。日本語通じる人少ないし、ケントには会えないし、不安だよ。アフリカ行きたいって言ったのお前だからな。俺はお前と旅行なんか行きたくなかったんだ。今さらそんなこと言わないで。私一人で行く予定だったのに、俺も行くってついてきたのはケントだよ。ネット見てたら結構楽しそうだったからさ。でもこれ以上滞在しててもやることねえし、暇だから俺先に日本帰るわ。嘘だよね、怖いよ、置いていかないで。だってお前隔離されてるし、俺がいたってどうしようもないじゃん。でも近くにいてくれるだけで安心できるわ。どうせ寝てるだけなんだろ。あと何日かゆっくり寝て一人で日本に帰れよ。どうしてそんな冷たいこと言うの？俺用事あんだよ。予定通り明日帰るから。用事って何？お前には関係ないって言いたいところだけど、もう言っていいか？何？狙ってる女がいるんだわ。は？俺、お前と離婚する。日本に帰ったら話そうと思ってたけど、面倒くさいからもう言っとくわ。何言ってるの？冷めてたんだよね、とっくに。いつから？1年くらい前。そんな、ひどい。それにマラリアとか気持ち悪いじゃん。ちゃんと治んなかったら俺に移るかもしんないし、今回のことでさらに冷めた。なりたくてなったわけじゃない。いや、もう無理かな。本気で言ってるの？私が病気にかかったから離婚するって。それが決定だ。だな、最後にお前の望みでも叶えてやろうと思って旅行来たけど、やっぱつまんなかったわ。ひどい。いいタイミングじゃね。私はうまくいってると思ってた。今から子供だって作りたいって。ああ無理無理、お前の子供なんて絶対ブサイクしか生まれないし、俺愛せる自信ないもん。病床の妻によくそんなことが言えるわね。もう妻じゃなくなるんだし別にいいだろ。本当にこんなところに私一人で置いていくの？うん、あとは頑張れよ。こんな人だとは思わなかった。だったらお前が俺を変えたんだな。
全部お前のせいだ。じゃあな。私はナホ、32歳の主婦とはもう名乗れなくなるようです。念願のアフリカ旅行でマラリアにかかった挙句、夫に捨てられるなんて夢にも思いませんでした。夫は普段は明るくて優しくて、たまにわがままなところはあるけど、そこも含めて好きだったのに。でも最後に見せた本性は私の知る彼ではありませんでした。意識が朦朧とする中、新婚当初の夢を見ました。私の作ったご飯を美味しい美味しいと食べてくれた。週末になると手をつないで買い物に出かけた。あの頃は幸せだったな。3年前に戻りたい。数週間後。お前もう日本帰ってきたの？さっさと離婚届書いてほしいんだけど。良くなったから戻ったんだけど、なんか体がおかしくてね、入院してるんだ。は？また？うん、離婚届書けなくてごめんね。病院行って変な病気もらってもやだしな。郵送してくれたら書くよ。おう、そうしてくれ。そうそう、狙ってた女はゲットできたぞ。そんな報告しなくていいよ。ま、お前がマラニアにかかるのが悪いんだから、俺が浮気したのはお前のせいってことだ。だから慰謝料とか騒ぎ立てるなよ。分かってるって。顔もスタイルも抜群、おまけに健康、お前とは天と地の差だわ。そんな素敵な人なんだね。早く席入れたいんだよ。ちんたらすんじゃねえよ。分かってる、届いたら書いて出しておくよ。まだ席入ってるからって俺の金を入院費に使うなよ。自分で出せ。そうするつもりだよ。もう女と一緒に住んでるんだよ。一度帰ったら知らない人の荷物があったから知ってる。分かってんならさっさと自分の荷物出せよ。邪魔で邪魔で仕方ないんだよ。女もぶつくさ文句言うしさ。ごめんね、すぐに入院しちゃったから。業者呼んでお前の実家に送っとくわ。そうしてくれるかな。最後まで手間のかかる女だぜ。本当だね、つまらしいこと何もできなかったね。まったくだよ。お前離婚の慰謝料払えよ。私が払うの？そうだよ、お前の独身時代からの貯金手つけてないの知ってるから、それもらうわ。通帳見たの？ここにあるもん、印鑑も。それには手をつけないで。5000万か、よく貯めたな。俺が養ってやったおかげで手をつけずに済んだんだよな。ってことは俺の金だな。お願い、やめて。まあぼちぼち下ろしてのんびり使わせてもらいますわ。俺の新しい彼女との結婚祝いってことでもらっとく。ダメよ、最後にやっと役に立ったんだから喜べ。数ヶ月後。ナホ、俺のクロムハーツ荷物に紛れ込んでねえか。いくら探してもないんだよな。ケント君ね、見りゃわかんだろ。何言ってんだよ。ナホの母よ、ご無沙汰してるわね。え、なんでお母さんが？なぜだと思う？いや、わかんないっすけど、あの、俺たち離婚することになりまして、ご挨拶が遅れて申し訳ございません。そうね、もうずいぶん経つわよね。電話しようと思ってたんですけど、いろいろ忙しくてすみません。で、今さら何の用なの？ちょっとナホに用事があって。ナホならもういませんよ。え？私何度か電話したけど、あなた出なかったものね。まさか、入院してるのは知ってたけど。すごく危険な状態が続いたの。後遺症なのかわからないけど、原因不明の高熱が続いてね。そんな、ナホが？うなされてる時もケントって上言で呼んでたわ。こんな男の名前を呼ぶなんてね。ナホ、言っちまったのか。あ、お母さん、ってことはですよ、保険金出ましたよね。なんだよ、早く言ってくださいよ。水臭いな。はい？なかったなんて言わせませんよ。僕、保険の受け取り人になった記憶バッチリ残ってますから。確か3000万だったかな。あなた何を言ってるの？保険証券ってそっちにあります？うちには見当たらないんですよね。隠してないで返してくださいよ。意味不明だわ、何のことだかさっぱり。お母さん、独り占めしようなんて年寄りのくせに強欲ですね。天国にお金は持っていけないんですからね。あなた、なんて失礼なことを言うの。いいからさっさとよこせよ。ナホは生きてるわよ。は？勝手に亡くなったことにしないで。だってさっき。あなたが最後まで話を聞かないからでしょ。くそ、せっかく3000万ゲットできると思ったのによ。なんて男かしら。まあいいけどね、俺にはナホからもらった5000万の通帳があるからな。
その件だったらとっくに口座を移してるみたいよ。はっ、ナホを甘く見ないでちょうだい。あの後すぐ銀行に連絡して動けないからって銀行の方が手続きにいらして他の口座へ移動してもらったの。え、じゃあこの通帳は空っぽってこと？ある程度の蓄えはあるはずだからまだしばらくはあの通帳に手をつけないだろうって笑ってたわ、あの子。冗談じゃねえぞ、騙しやがって。人のお金をあなたに使う権利があると思っているのかしら。どこまでもバカな男ね。うるせえババア。品のない男ね。別れて正解だわ。ナホはどこだ、あいつを出せ。だからここにはいないって言ってるでしょ。自分のスマホ置いてどこ行ったんだよ。あの子慌てて出て行ったから解約し忘れちゃったみたいで。出て行ったってどこに？アフリカよ。え？炭鉱で行ったけど、いろいろと悲惨な現実も目にしたそうね。それでボランティアとして現地で力になりたいと言って日本を出て行ったの。ボランティア？あいつが？そうよ。そのためにお金は必要でしょ。あなたに奪われるわけにはいかなかったのよ。俺の金がアフリカに消えたのか？あなたのお金じゃないでしょ。許せねえ。それからあの子が離婚届を出したのは2ヶ月後よ。だろ？なかなか出さないと思ってたんだよ。嫌がらせだろ。違うわ、浮気の証拠をつかむためよ。裁判にも証拠がなくっちゃ慰謝料取れないじゃない。え？我が娘ながら賢いわよね。あえてあなたを許したふりをして自由に泳がせておいたの。おかげで堂々と妻がありながら浮気してるあなたと女の写真が撮れ放題だったそうよ。だって入院してたって。探偵さんに頼んでたのよ。こんな楽な調査はなかったっておっしゃったそうよ。あいつ請求しないって言ってたのに。よく見返してみて。ナホはそんなこと言ってないはず。あの子の許可をもらって LINE を見返したからわかるの。ナホがアフリカで苦しんでる時も随分と優しくしてくれたみたいね。そんな前のこと今さら蒸し返すんじゃねえよ。やられた方は忘れないの。娘の痛みは私の痛みでもあるの。あんたを許さないよ。慰謝料なんか払わねえぞ。ナホが給与差し押さえがどうとか言ってたわね。チキショ。あの子は今アフリカで頑張ってる。あんな目にあったっていうのに恐れずに現地の貧しい子供たちのために自分を犠牲にして働いてるの。私の自慢の娘よ。くそ。あなたはもう新しい人と席は入れたの？入れたよ。どうせあなたのことだからナホの5000万で釣ったんでしょうけど、それがないと知ったらどうなるでしょうね。そんなんで崩れる関係じゃねえよ。人の妻を平気で奪うような女よ。私も伊達に長く生きてないからわかるのよ。必ずあなたを捨てるわ。待ってろ、今 LINE してみるから。離婚するって。でしょ。なんでこうなるんだよ。何もかもナホのせいだ。あの子が何したっていうのよ。全部自分のせいでしょ。甘ったれたこと言ってんじゃない、この若造が。うるせえ。5000万を当てにして貯金を使い果たしたことは想像に難くないわ。ナホがいくらか置いてってないのかよ。置いていってたら何なのよ。財産分与だ、よこせ。アホすぎて話にならないわ。財産分与を払うのはあんたの方よ。なんでだよ。あんたが使い込んだその貯金、ナホと3年間で貯めたお金でしょ。アフリカ旅行で使ったとはいえ1000万近くはあったはずよ。だけど俺が稼いだ金だ。ナホも働いてたし家のことだってしてたわ。結婚している間の貯金は共有財産になるの。そんなこと言っても全部使ったからないぞ。なくても払うの。なんでだよ、やだよ。全て弁護士に任せてあるそうよ。あとはゆっくりお話ししなさい。私はここまでにしておきます。待てババア。あんたにババア呼ばわりされる筋合いはない。助けてくれ、金を貸してくれ。やだね、あんたにやるくらいなら墓場まで持っていくよ。待ってくれ、仕事も辞めて収入がないんだ、助けてくれ。後日談。なおです、長々と母が失礼しました。私はまたアフリカにいます。現地の医療ボランティアのお手伝いをさせてもらっています。子供たちのキラキラした笑顔と安心したようなお母さんたちの顔が何よりの報酬です。あのバカ男のことは弁護士と母に任せていたのですが、母に聞いたところによると再就職してちゃんと働いているそうですが、
働いた分は差し押さえられるので夜もバイトしてボロボロだとか。私もあんな男のどこが良かったのか。高熱が冷めるのと一緒に気持ちも冷めてしまいました。私はもう少しこっちで頑張ってみます。たまには母に会いに日本にも帰ってきたいと思ってます。早く結婚式に来て、みんな龍一のこと待ってるよ。え、どういうこと？母さんが倒れたから結婚式はキャンセルだって昨日の夜に電話で伝えただろ。そんなことで招待客に迷惑かけられないわ。式は時間をずらして開始することにしたから今すぐ式場に来て。そんなの無理だよ。母さんは意識不明でこれから緊急手術なんだ。そんなの結婚式を済ませてから病院に戻ればいいじゃない。俺だってできればそうしたいよ。でも難しい手術だから成功率が五分五分なんだ。お願いだから母さんのそばにいさせてくれ。 LINE 製薬の社長令嬢の結婚式なのに龍一の都合で中止なんてできるわけないでしょ。新郎の母が倒れたんだぞ。母さんはスピーチの予定もあるのに欠席の理由を招待客にどうやって説明するんだよ。そんなのうちの不甲斐ない母親が体調不良で欠席してすみませんって謝ればいいでしょ。体調管理不足ならわかるけどさ、母さんは今まで大きな病気一つしたことないんだ。そんな人が倒れたんだから心配になるのは当たり前だろ。龍一のお母さんってうちの両親と顔合わせもしてくれないし、そんな母親いなくても誰も気にしないわよ。それは母さんの仕事が大変な時期でどうしても会えなかったんだよ。龍一こそわかってる？今日の結婚式には業界の偉い人や有名人をたくさん呼んでるのよ。その人たちを帰らせるなんて LINE 製薬の面目が丸つぶれよ。新郎の母親が命の危機だってのに会社のメンツを優先しろって言うのか。当たり前でしょ。社長令嬢と結婚できるんだからそのくらいやりなさいよ。確かに麗華の立場上仕事関係の人に迷惑かけるのは申し訳ないと思うよ。だけどここで結婚式に行って母さんに何かあったらと思うと心配でここを離れられないよ。上流階級の夫になるってことは時に私情を捨てなきゃならないの。だから早く結婚式に来て。遅刻したことはそれで許してあげる。そう言われても無理なものは無理だよ。手術している時間って待ってるだけでしょ。その間に結婚式済ませればいいじゃない。龍一がいてもいなくても手術の結果は変わらないし。そういう問題じゃないよ。龍一ってマザコンなの？母親と嫁どっちが大事って聞かれたら普通嫁を取るよね。なんで母親優先なわけ？いやこれはマザコンとは違うだろ。結婚式は延期できるんだから母親を取るに決まってるだろ。じゃあ龍一はLINE製薬を敵に回すんだね。は？そんなこと一言も言ってないだろう。この私に結婚式中止なんて恥をかかせておいて、この後どうなるか分かってるんでしょうね。ちょっと落ち着けよ。結婚式を中止にすることは本当に申し訳なく思ってる。結婚式に参列している人たちには俺から頭を下げて謝罪するから、ひとまずそれで許してくれないか。結局中止にするなら結果は変わらないし、龍一って最低だね。本当にごめん。母さんの容体が落ち着いたらまた連絡するね。俺の名前は龍一、32歳で LINE 製薬という会社に勤めています。婚約者の麗華は29歳で社長の娘だったのですが、最初はそうと知らず社内恋愛で付き合い始め、ついに結婚というところまで来ました。しかし結婚式前日に俺の母親が倒れてしまい、俺は結婚式を麗華の反対を押し切ってキャンセルすることにしました。それから母の手術は成功したのですが、麗華とは連絡がつかなくなってしまいました。また会社で会った時に話をしようと思っていたのですが、俺が出社すると上司からとんでもないことを言われたのでした。数日後、さっき上司から突然、お前はクビだから引き継ぎして出ていけって言われたんだけど、一体どういうことだよ。結婚式をドタキャンしてうちの会社に泥を塗ったんだから解雇されて当たり前でしょ。結婚式が原因で労働者を解雇って労働基準法違反だろ。小難しい法律の話ならうちの弁護士を通してくれる？ああでも一般庶民の龍一に弁護士を雇うお金なんてないよね。こんなの弁護士を雇うまでもなく麗華の方がおかしいってわかるだろ。結婚式を理由にクビってそれこそ公私混同だろ。上流階級は市場を捨てるんじゃなかったのか？ LINE 製薬の社長令嬢なんだから、私の体は会社と一心同体なの。この私をたぶらかした時点で会社に対する背信行為だからクビになって当然よ。たぶらかすって
俺はレイカを騙したりしてないだろ。は？マザコン結婚詐欺男のくせに謝罪の言葉はないわけ？結婚詐欺って、俺はお金を騙し取ったわけでもないのに結婚詐欺ってのはおかしいんじゃないか。私のパパを怒らせたんだから犯罪者扱いされても文句言えないわね。貧乏ババアの命より俺の娘を優先しろってパパも言ってたわよ。社長もレイカの味方かよ。会社の方にはあんたが悪者になるように噂を広めてあるから味方は誰一人いないわよ。なるほどな。だから上司がすごく怒ってて周囲の目も冷たかったのか。でもそれって名誉毀損っていう違反行為だから。だって普通に龍一を退職させたら退職金を払わないといけないでしょ。だから懲戒解雇扱いできるように工夫させてもらったの。労働基準法も理解してるのか。普通クビは1ヶ月前に宣言するものだぞ。そんなに法律の話がしたいならうちの弁護士に連絡してくれる？あんたの相手してられるほど私は暇じゃないの。こっちは母さんの看病とか手続きでそれどころじゃないんだよ。貧乏人の母親なんて世話する価値もないのにどうして見捨てないの？母さんは貧乏じゃないんだけど何言ってるんだ。だってあなた母親のためにアパートの契約を取ってあげたって言ってたじゃない。敷金礼金も払えないお荷物をこっちに押し付けられる前に龍一をクビにできてよかったわ。それは母さんが高齢だから不動産会社に息子が契約しないとダメって指示されたんだよ。あと入居したのはアパートじゃなくてマンションな。は？高齢でもお金があれば契約できるはずでしょ。高齢者の一人暮らしは入居を拒否されるケースが多いんだよ。だから俺が母の一人暮らしの見守りしますって不動産の人と約束して契約したんだよ。そんなの聞いたことないんだけど。貧乏を否定したいからってデタラメ言わないでくれる？お前のデタラメさに比べたらまともなことを言っているつもりだけどな。うだうだ文句言ってないで早く会社の荷物まとめて引き継ぎ済ませたら出て行って。最後にもう一度確認するけど本当に俺はクビでいいんだな。母親が倒れたからって私の結婚式をドタキャンするマザコンは無理。あんたはパパの力でクビよ。それは変わりません。じゃあ俺親会社に転職するわ。え？親会社って藤岡製薬のこと？そんな一流企業に三流なあんたが働けるわけないでしょ。高望みする前に自分の身の程を理解した方がいいわよ。1週間後。さっきパパからこれからは一人で生きていけって縁切り宣言されたんだけど、あんた何したの？気づくのが遅かったね。俺が退職してからすぐライン製薬に掛け合ったんだけどな。私は何をしたか聞いてるのよ。早く答えなさい。パパから何も聞いてないの？今朝起きたら家から出て行けって言われて、わけもわからず知らないアパートに連れて行かれたの。理由を聞いたら雄一に聞けって言うからそれで連絡したのよ。レイカのお父さんは今社長を解任されそうな状態で大変だからね。そっとしといてあげて。あんたってライン製薬辞めてから無職なはずでしょ。どうしてパパが大変なことを知ってるのよ。俺の母さんが藤岡製薬の社長だからだよ。は？母さんが手術から回復した後俺とレイカとのやり取りを伝えたんだ。そしたら母さん徹底的にぶちのめすって怒っちゃってさ。ちょっと待って、うちのお母さんが藤岡製薬の社長ならどうして教えてくれなかったのよ。タイミングが悪かったんだよ。アメリカの会社と新薬の開発してて顔合わせで帰国できなかったんだ。また後日って言ったらレイカが結婚式を早くやりたいって言うから顔合わせはすっ飛ばしただろ。そんな大事なこと友一の口から伝えればいいじゃない。俺藤岡製薬の入社試験に落ちてるんだよ。それで子会社のライン製薬に入社したんだけど、まさか社長の息子が親会社の入社に失敗したなんて恥ずかしいから言えなくてさ。自分の親の会社に入るのにわざわざ入社試験受けてるの？私は試験なしで入社したのに友一の母親厳しすぎでしょ。大企業の女社長だからすごく厳しい人なんだよ。それに俺が社長の息子だって知られたらみんなが気を使うだろ。だから母にも口止めされてたんだ。私たち婚約してたのに騙してたってこと？親が藤岡製薬の社長ってことは隠してたけど、それ以外は嘘ついてないよ。雄一が親会社の息子って分かってたら結婚式は延期したのに。きっとそうだろうね。でも母さんはそういう忖度を嫌う人だし、何より命に関わる仕事をしながら人の命を軽く見たことに怒ってるんだよ。え？婚約破棄とか国に対して怒ってるんじゃないの？それも怒ってたけどさ、レイカのお父さんが言ってた貧乏ババアの命より娘の方を優先しろって言葉に完全に怒っちゃってね。
結婚式で霊下の意見に賛同した役員たちも全員辞めさせるって言い始めたんだよね。何それ、公私混同じゃない。霊下だって公私混同で俺をクビにしただろ。命を大事に扱えない人たちを全員クビにするっていう理由があるだけ、俺の母さんの方がマシだと思うけど。でも父さんも役員たちもまだライン制約で働いてるじゃない。クビにする話はどうしたの？それは君のお父さんが全ての責任を娘に取らせるって話してたからね。え、パパがそんなこと言ったの？嘘でしょ？数日前から君のお父さんはうちの前で土下座して謝ってて、霊下が全て悪いので責任を取らせるって言ったから降格処分で許すことにしたんだ。そんな、パパだって役員だって私の言うことに賛成して雄一のお母さんのことけなしまくってたのに。でも言い出しっぺは霊下でしょ。それは確かにそうだけど、他の人たちだってみんな私の選択が正しいって言って慰めてくれたのに。それは霊下が社長令嬢だからみんなが味方してあげてただけだろ。霊下だって上流階級とか身の程を知れとか俺のことを立場で判断してただろ。自分が同じことをされたからって文句を言う筋合いはないと思うよ。雄一はこんな思いをしたくなかったから身分を隠して働いてたのね。雄一の考えはよくわかったよ。じゃあこれからは二人で身分を隠しながら一緒に暮らそうね。いや、一緒に暮らさないけど。ちょっと待って、これって私に反省させてからそれから一緒に再スタートってそういう流れのやつじゃないの？全然違うよ。アパートのことは霊下のお父さんが自発的にやったことだから俺は何も関与してないし、私会社も退職させられて自分の通帳とこのアパートしかないんだけど、これからどうしろって言うのよ。スマートフォン持ってんだから生活の仕方くらい自分で調べろよ。少しくらい教えてくれたっていいじゃない、雄一の薄情者。なんで俺に頼るの？自分のパパに聞けよ。パパにはさっきから電話してるけどなぜか繋がらないのよ。 LINE しても既読つかないし。そういえば霊下のお父さん、娘とは縁を切るとか泣きながら言ってたな。あれはマジだったのか。縁を切る？パパがそんなこと言うわけない。お前の言葉を借りるなら上流階級たるもの地上を捨てなきゃならない時があるってやつじゃないか。そんな、私たち親子なのにこんなやり方あんまりよ。俺に母さんのこと諦めさせようとしたくせに自分が同じ目にあった途端にそうやって泣きつくのか。ねえ龍一、お母様に会わせてくれない？誠心誠意謝れば許してもらえるかもしれないし。母さんは病み上がりだから会わせられません。パパは謝りに行ったんでしょ？それなら私だって会ってもいいじゃない。母さんは厳しい人だって言っただろ。一度決めたことは絶対に曲げない人だから謝っても何も変わらないよ。じゃあ龍一はどうなの？何もかも失って私はすごく反省したんだよ。やり直してくれてもいいじゃない。俺のことマザコンとかいう女性は金輪際お断りだね。ごめんなさい、私が間違ってた。これからは龍一のこともお母様も全部大事にするからお願いだからやり直してよ。俺たちもう婚約破棄したんだから他人でしょ。もう霊下のこと興味もないし、俺に対して申し訳ないと思ってるなら俺の前から消えてくれないか。じゃあパパに連絡取って娘が困ってるから助けてあげてほしいとか伝えておいてほしいの。俺も新しい会社が忙しくてさ、そんな暇ないんだよね。というわけで俺は社員研修があるからこれで失礼します。え、パパに連絡取ってよ。それだけはお願いね、本当にお願い。ねえ聞いてる？後日談。その後霊下は無職から再スタートしたのだが、社長令嬢のプライドのせいで次の就職先がなかなか決まらないみたいです。収入がなくて貯金で暮らしている状態なのに社長令嬢時代の生活を続けていて、ブランド品を買うのがやめられないようなので貯金が尽きるのも時間の問題だと思います。俺の方は新しい会社が順調で次期社長候補として厳しく鍛えられています。毎日がとても充実しています。浮気してることお前の親にさらすぞ。え？夫がいながら毎晩男と出歩いてるよな。何言ってるの？そんなことするわけないでしょ。本当か？やめてよもう、今夜は得意先の接待よ。連日連夜お盛んだな。今時期的に会社が忙しいの、この前話したよね。分かってるけど、ここんとこ御前様が多いぞ。ごめん。お母さんが知ったら嘆くぞ。そうかな。
毎晩遊び歩いて夫をほったらかして自分ばっかいい思いしてさ。遊んでないよ、これも仕事のうちだし頑張ってるんだよ。得意先の男と浮気してるんじゃないのか。はあ？お前がホテルから男と一緒に出てくるところを俺の友達が見たって言ってる。やだ、スカットホテルのこと言ってる？やっぱり。違う、それ営業に行ったのよ。仕事か？ええ、火災保険を見直したいって言われて。けど男を連れて行くかな。翔平、完全に誤解してるわ。一緒にいたのは部下の男性よ。疑わしいな。本当だって。その友達って誰？この前から誰かにつけられてるような気がしてるんだけど。お前の知らない人だよ、誰でもいいだろ。とにかくもうすぐ帰るから。急がなくていい、あと1時間くらい飲んでこい。え？だったらなんで LINE してきたのよ。いや、何時頃帰ってくるのかなと思ってさ。最近私に帰りの時間ばかり聞くよね。妻の帰宅時間を夫が聞いて何が悪い。そうだけど、私が早く帰ったら困ることでもあるの？そんなにムキになるなよ、ちょっと聞いてみただけだろ。翔平こそ最近外出多いよね。何が言いたいんだよ。単純に何してるんだろうと思ってさ。俺が失業中だからって家にいなきゃいけないってルールはないだろ。そうだけど。仕事探してるんだよ。夜に？普通昼間探すもんじゃないの？昼間はいろいろ忙しいんだ。まあいいけど、どこかいい就職口あるといいね。お前、俺をバカにしてるな。え？その上から目線のものの言い方やめろよ。そんなつもりで言ったんじゃないわ。ちょっと実家が資産家だからって威張るなよ。威張ってなんかいないよ。もういい、24時頃帰ってこい。え？コンビニ寄ってトイレットペーパーやつまみ買ってきてくれよ。トイレットペーパーだったら買い置きあるでしょ。いいから。しかもコンビニってうちから遠いし。翔平、ちょっと翔平。私はリリコ、35歳、保険会社に勤めています。 LINE の相手は夫の翔平、36歳。昨年まで不動産会社に勤務していましたが、現在は失業中です。今は私が頑張って家計を支えなければと残業したり、得意先と飲みに行ったりして収入アップを狙っています。私たちは飲み会で知り合い意気投合。はっきり言って私の一目惚れでした。翔平はまだ遊びたいからと結婚を渋っていたのですが、私の実家に連れて行った翌日、結婚しようと突然手のひらを返しました。父はすでに他界。広い屋敷に一人暮らしの母は、息子ができて賑やかになるわと喜んでくれました。結婚して3年になります。今まで仲良く暮らしてきましたが、翔平が失業してから彼の様子がおかしくて、情緒不安定になっているのかなと心配しています。そんな翔平がこの後とんでもないことをするのです。翌日夜、翔平、もしかして私の部屋に入った？今帰ってきたのかよ。今日は残業で8時過ぎちゃったの。定時で帰るって言ったよな。どうしても終わらなくて。嘘つきのお前はもう信用できない。俺がどんな気持ちで待ってたと思ってるんだ。だからって私の部屋で何やってたの？別に。私の下着で遊んでたでしょ。新しいの買い込んでたな。翔平が喜ぶかなと思って新調したの。はっ、めでたいよな。お前は給料が入っていい身分だよ。すねないでよ。これから急いで夕飯作るね。いらないよ。なんで？俺は今飲んでて外にいるんだ。え？家に帰るのが面倒くさいから今夜は友達の家に泊まる。ちょっと待ってよ、今日は家にいるって言ったじゃない。事情が変わったんだよ。その友達って誰？お前の知らない人だよ。なんか宗教とか変なことにハマってないよね。関係ないだろ。翔平、最近おかしいよ。なんだよ。部屋の中物色して何探してるのよ。私の通帳やへそくりはそのままだからお金目的じゃなさそうね。いくら失業してる俺でもそんなことはしないぜ。ああ、そうか。お前、失業者に対して偏見があるな。
そういう意味で言ったんじゃないわ。じゃあどういう意味だよ。仕事がないものを泥棒扱いしやがって。違うって。俺がお前の金を盗むとでも思ってるのか。え？そんなに切れないでよ。ただ翔平が何を考えているのかわからなくて。結婚する時から思ってたけど、お前性格悪すぎだわ。そんな。あれ、もしかして私の日記読んだ？読むわけないだろ。そんなもん興味ないわ。おかしいな。でも気味悪いから二度とこんなことしないで。じゃあ友達待ってるから切るぞ。明日は週末だから家にいるよね。仕事探し次第だな。ハローワークは週末休みでしょ。俺の人脈で仕事探してるんだ。いちいちうるさいこと言うなよ。なんだったらうちの関連会社を紹介してもいいんだよ。大きなお世話だ。翔平、ちょっと待ってよ。ねえ翔平。1週間後。今日は帰りが遅くなるから先に寝てていいよ。ベッドの下にいるよね。え？手に刃物を持って隠れてるでしょ。は？なんでわかったんだ？監視カメラを見てるの。なんだって？翔平の様子がおかしいから先週部屋に取り付けたのよ。勝手なことしやがって、クソ！怖すぎる。警察に通報するわ。待てよ、そんなことしたらお母さんが泣くぞ。え？娘夫婦が警察沙汰なんて、両家の地主の家に傷がつくだろ。だって私を始末しようとしてる。さっきから震えが止まらないわ。冗談だよ。びっくりさせてやろうと思っただけだ。嘘。カメラのおかげで命拾いしたわ。落ち着けって。一昨日もベッドの下に隠れてたよね。あ？私が友達と電話しているのをずっと聞いてたでしょ。それは私が浮気相手と話してるとでも思った？知らねえよ。その後私は疲れて寝入ったけど、私のスマホに触ってたよね。ベッドに置きっぱだったからリビングに持って行っただけだ。私のスマホに遠隔操作アプリをインストールしようとしてたでしょ。そんなことするわけないだろ。 GPS アプリで私の居場所を確認したり、メールを盗み読みしようとした。まさか。それ犯罪だから。逮捕された夫もいるのよ。え？翔平とは離婚する。離婚したらお前は俺に慰謝料を払わなきゃいけなくなるぞ。どうして？失業中の夫を捨てるなんて訴えてやる。そんなの通らないわ。訴えたいのは私の方よ。は？私をストーキングしてたでしょ。あ、翔平の友達が見たって言ってたけど、実は翔平が私の後をつけてた。スカットホテルや他の営業先や。それは残念でした。写真撮って私の浮気を捏造しようったって無駄。なんだよ。私は潔白だもの。私が浮気していたら離婚して実家の財産もらえるとでも思った？あの、浮気してるのは翔平でしょ。何言い出すんだ。私のいない時間に女性が来てたね。監視カメラに全部映ってた。え？いつも私の帰りの時間聞くからおかしいなと思ってた。それに誰かにつけられてると思って気持ち悪くて探偵に頼んで調べてもらったの。何？離婚して慰謝料を払ってもらうわ。おい待てよ。失業中だから今まで多めに見てたけど、翔平の考えてること知って怖くなったわ。落ち着けって。監視カメラに映ってる女性を探し出したのよ。そんなことできるわけないだろ。頼んだ探偵さんが全部調べてくれたの。は？彼女、あなたと同じ会社で働いていた受付嬢だよね。いや、その…その女性に今日会ってきたの。マジか。翔平とは長い付き合いになるって言ってた。おいおい。私と二股かけていたとはね。そして結婚後も続いていたなんてショック。結婚後はただの友達として会ってただけだ。彼女に慰謝料を払ってもらうと言ったら、それだけは勘弁って言われて。なんだって？翔平は私と別れたら一緒になろうって彼女に結婚をほのめかしていたんだってね。もう許してくれよ。謝るからさ。私との結婚が資産狙いだったとは。彼女とは別れる。もう一度やり直そうよ。断る。リリコ。翔平、手に刃物どころかヤクザに頼んで私の始末計画してたでしょ。うわ、
今日も会社から家に帰る途中で不審な男がいたもの。気のせいだよ。打ち合わせでヤクザの事務所に出入りしてたよね。証拠は全部上がってるの。家から出てきなさい。え？警察が家を囲んでる。リリコ、助けてくれよ。警察は嫌だ。翔平を待ってる。悪かったって。嫌だよ俺、これからどうなるんだよ。リリコ、リリコ。後日談。翔平は凶器携帯の罪で逮捕されました。私への付きまとい行為での被害届も警察に出してあります。私との結婚ですが、私の実家が資産家と知り、逆玉狙いだったのです。悲しいことですが、最初から翔平は私への愛はありませんでした。浮気相手にはいつか離婚するからと言い含め、私の実家の資産を狙っていたのです。私は翔平に離婚を言い渡し、慰謝料を請求しました。仕事のない翔平は即借金地獄に陥りました。すべての計画が未遂に終わった翔平に、話が違うとヤクザは激怒。金を払えとしつこく付け狙っているそうです。私は離婚してすっきりしました。実家に戻って母と同居しながら仕事に精を出しています。保険の仕事が面白く、もっとキャリアを積みたくて、ファイナンシャルプランナーを目指して勉強しています。こんなにまずいカレー作りやがって、ゲロ吐いたわ。お母さん、お口に合わなかったでしょうか。お口に入れた瞬間吐いたわよ。普通に美味しかったですけどね。みんなあんたに気を使ってんの。そんくらいもわかんないの。そうだったんですね。いつまで経っても上達しない嫁だね。あんた一体何ならまともに作れるわけ。料理は好きだし、一通りは作れると思ってますが。出すもの出すもの全部まずい。それは薄いってことですか。93歳のおばあちゃんがいるので、なるべく薄味でと思っていますけど。お母様はお年を召しているから味がわからないのよ。おばあちゃんとっても元気ですよ。毎日ゲートボール行ってますし。たく、あの人もいつまでこの世にしがみついてる気かしらね。生きてるだけで迷惑って自覚してないのよ、バカだから。そんなこと言っちゃダメです。おばあちゃん可愛いじゃないですか。あんたはあの人の恐ろしさを知らないからそんなこと言えるのよ。昔は鬼の千代って言われてて、布団叩きで何度もやられたんだから。あの千代おばあちゃんが？信じられないです。年取って丸くなった風に見えるけど、中身は鬼のまんまよ。私を見る目は昔と何にも変わってないんだから。いろいろあったんですね。私はあの人にやられたことを全部嫁にやり返すって決めて、ここまで耐え忍んできたの。普通人にされて嫌なことはしないって思うんじゃないですか。じゃあ私のモヤモヤは誰で発散すればいいわけ。あんたしかいないでしょ。私で発散しないでほしいです。それにあの老いぼれ、莫大な遺産を隠し持ってるって知ってた。あの世にお金なんて持っていけないのに、がめつい人なのよ。土地や畑をずいぶん持ってるってのはなんとなく聞いたことあります。そんなにすごい資産があるんですね。まあいずれは私のものになるからね。それまでは何を言われても耐えてやるんだから。はあ。しかしあんたもバカね。こんな田舎の山奥に嫁に来た時点で、あんたの人生終わったようなもんよ。そうですかね。自然が多くていいところですよ。あんたも私と同じ都会育ちでしょ。何落ち迷ってこんなところに嫁いじゃったのよ。ケンタさんが好きだからです。お母さんは？私だってそりゃ昔は夫のことも好きだったし、愛があれば耐えられるなんて甘いこと思ってたわ。でも違った。地獄に希望なんてないのよ。地獄だなんて大げさな。ふん、あんたにもその地獄を思い知らせてやるわ。え？ここに嫁いで1年目だからって少し甘やかすぎたみたいね。いえ、十分厳しくしていただいてます。本番はこれからよ。これ以上のご指導はご遠慮いたします。あんたに決める権利はないの。じゃあ料理教室に通います。町まで出たらやってるところあるみたいなんで。無駄な金を使うな。自力で私の口に合う料理を作れ。だってお母さん何作ってもまずいってしか言わないし。まずいものにまずいって言って何が悪い。じゃあ提案なんですけど、
お母さんの分はご自身で作るというのは？は？この私に嫁の仕事を押し付ける気？でも私が来る前まではお母さんが全部されてたんですよね。あんたがいるんだから私がする必要ないでしょ。だったら文句は言わないでほしいです。文句言わなきゃ成長しないからよ。長い目で見守ってください。甘ったれんな。あ、ごめんなさい。次にまずかったら追い出すからね。私はさつき、29歳でここに嫁いで早1年が経とうとしています。夫の健太が家業の農家を継ぐことになり、大住と義父、義母と5人で暮らすことになりました。母子家庭育ちの私は大家族で暮らせる毎日が楽しく、料理も掃除も洗濯も畑の手伝いも全然苦じゃないのですが、唯一この生活に難点があるとしたらこの義母なのです。とにかく私の作る食事が気に入らないようで、食後は必ずこうして LINE で文句を言われます。直接言ってこないのは大住との千代さんがいるからでしょう。千代さんは私にはとても優しくてすごくチャーミングなおばあちゃんなんですけどね。そんな義母が何を血迷ったかどんどん暴走し始めます。さらには近隣住民を巻き込んで大変なことになるのでした。翌日、隣の犬の餌にしてやったから。え？あんたの作ったカレーよ、まだ冷蔵庫に入ってたでしょ。今日も出されちゃかなわないから犬にあげてきた。勝手にあげちゃダメですよ。食い意地が張ってるのか全部食べたわ。犬の餌レベルの食事しか作れないなんて情けない。ちょっと待ってください。確か犬は玉ねぎを食べちゃダメだった気が。平気よ、もりもり食べてたもの。そうじゃなくて犬にとっては危険なんですよ。だから平気だってば。今もワンワン泣いてるしピンピンしてる。すぐお隣さんに言わなきゃ。ダメ、余計なことしないで。ワンちゃんに何かあったらどうするんですか？黙ってりゃバレないことをなんでわざわざ言うの？悪いことだからです。あの犬は丈夫なの。私が今までも余り物のご飯とか食べきれなかったお菓子とかあげても平気だったんだから。嘘でしょ？なんてことしたんですか？ドッグフード以外を与えると良くないって聞いたことがあります。田舎の犬は何でも食べさせるの。都会人にはわからないんだから黙ってなさい。絶対まずいです。ワンちゃん体調崩してるかも。だとしても何だって言うのよ。犬の1匹や2匹ぐらい。犬だって大事な家族ですよ。隣の家とは昔から折り合いが悪いのよ。だからあそこの裏の山にゴミ埋めてやってんの。内緒よ。は？このこと言ったらあんたの仕業ってことにするから。ちょっとやめてください。私がそんなことする理由がありません。お隣さんとは仲良くしてるのに。とにかくあんたがまずい飯を作れば作るほど隣の犬はまるまる太っていくわけ。傑作ね。笑い事じゃありませんよ。あんたもいつまで買い物してんの。さっさと戻って晩ご飯の支度しなさい。ちょっと寄るところがありますので遅くなります。今日の夕飯の支度はお母さんお願いします。ふざけるな、なんで私が。とにかく頼みましたから。では。こら待ちなさい。数時間後。もういつまでかかってんの。さっさと戻れ。夕飯作ってないんですか？私の仕事じゃないもの。はあ、だったら冷凍庫にカレーがあるのでそれ温めてください。そう言うと思って温めてみたんだけど、なーにこれ、昨日よりまずいじゃない。ゴミを煮詰めたような味がするわ。そんなにまずいですか？うん、まずいってもんじゃない。これはさすがに隣の犬も食べない。じゃあ作った本人に言っておきますね。どういうこと？あんたが作ったんじゃないの？それ大住人様が作りました。え？一週間ほど前のお昼に作って余ったから冷凍しておいたんです。お母さん出かけてたから知らなかったんですね。ああ、そう言われると味に深みがあるわね。はい。カレーの奥行きというか、カレーの向こう側というか、素人には出せない独特のコクと風味が。さっきゴミがなんとかって。ああ、そんなこと言ったかしら。はい、しっかりと履歴が。
ああ、美味しかったって伝えて。さすが王獣人様ね。そんなことより今大変なことになってます。何？隣のワンちゃんです。はあ、ついに逃げ出した？いいえ、動物病院で処置中です。何があったの？お母さんのせいですよ。え？やっぱり玉ねぎはワンちゃんにあげちゃダメな食べ物だったんです。すぐにお隣に電話して病院に行ってもらいました。玉ねぎぐらいで大げさな。犬が玉ねぎを食べると中毒症状を引き起こして最悪命に関わることもあるんです。そうなの？私の作ったカレーにはニンニクも入ってました。同様に犬にとっては危険な食材なんです。そんなこと知らないもの。お隣さんすごく怒ってました。嘘。大事な家族の命を危険にさらしてただじゃ置かないって。でも助かったんでしょ？薬で吐き出させたり胃洗浄したりで辛い治療だったみたいです。かわいそうに。そんな大事だったの？あと迷ったんですが、ついでなんで言っちゃいました。何を？裏山にゴミ埋めた件です。言うなって言ったでしょ。でもここら辺の人は井戸水を使ってますし、ゴミが水を汚染したら大変じゃないですか。このバカ嫁、これでいよいよお隣はうちのことを許さないわよ。うちというよりお母さんのことをですよね。私たち何もしてませんから。家族なんだから同罪でしょ。同罪にされると困ります。まさかだけど王獣人様には言ってないわよね。言いました。なんで言うのよ。いずれお隣さんからもお話があるでしょ。どうせバレるのに隠す意味ありますか？それにここまで大変なことになったらおばあちゃんが出ていかないと収まりがつかないでしょ。そうかもしれないけど、私は追い出されちゃうわ。今までお世話になりました。あ、ちょっと待てよ。助けてくれないの？助ける？なぜでしょうか？姑よ、尊敬してるでしょ。食事を作ればまずいと言われ、家のことは何一つ手伝わず、昼間は街に出てパチンコばかり。そんな姑のどこを尊敬しろと？だったら王獣とだって同じようなもんじゃない？何言ってるんですか？おばあちゃんは洗濯物を畳んでくれたり、お掃除も手伝ってくれますよ。嘘。遊び歩いているから知らなかったんでしょうけど、こんな広い家、一人じゃ大変でしょって言ってくれるんです。信じられない。私には全部一人でさせてたくせに。おばあちゃん言ってました。あの子が嫁に来た時に手伝ってたら、私には私のやり方があるから手を出さないでくれって言われたって。そんなこと言ったかしら？それに布団叩きで叩いたことなんか一度もないって。あれは、まあちょっと話を持ったけど、似たようなことはあったわ。おばあちゃんを悪者にして私を味方につけようとしたんでしょ？それは。おばあちゃんは何度もお母さんに歩み寄ろうとしてたんですよ。それを拒絶したのはお母さん本人だったんでしょ？だってあの人柄の良さそうなところが嘘っぽくて嫌いだったんだもの。お母さんっていう人はきっと誰ともうまくいかないんだと思います。お隣の奥さんもそうです。同性は全部敵だと思ってるんです。そんなことない。私だって友達くらいいるわ。パチンコの常連さんたちでしょ。うん。お隣さんお母さんのことを訴えるそうですよ。はあ？そりゃそうでしょう。犬に危害加えてゴミ埋められて許してくれる人がどこにいますか？どうしましょう。お父さんに相談しなくちゃ。離婚されると思います。ええ。田舎でこんだけの騒ぎを起こしておいて穏便に住むわけがありません。でも私は今までこの家のために尽くしてきたのよ。それを台無しにしたのはお母さん本人です。じゃあ王獣人の遺産は？他人になるんだからお母さんには関係ないお金ですね。そんな、そのためだけに辛い日々を耐えてきたっていうのに。パチンコ三昧の毎日がそんなに辛かったんですか？大変でしたね。やかましい。今から家族会議です。覚悟はよろしいですか？あ、いやだ、怖い、逃げたい。私も嫁いびりには限界を感じていたのでこうなってありがたいです。嫁いできた同士でしょ、味方になってよ。ごめんなさい。同士って言われるのイラってしちゃいます。離婚は絶対に受け入れない。何が何でも遺産をもらうわ。頑張ってください。
後日談。その後、義父から離婚を突きつけられた義母ですが、断固拒否。朝廷にまでも連れ込み、長くかかりましたが、義母の犯罪行為のせいで、弁護士と朝廷員から諦めた方がいいと説得され、結果的に離婚。お隣への慰謝料や、家の貯金をパチンコに使い込んでいたため、財産分与はなしということになり、義母は身一つで出ていきました。今はどこかの旅館で住み込みで働いているとか、パチンコもない山奥のため、ストレスがたまり、精神的に追い詰められて、投薬治療中だとか。隣のワンちゃんは元気です。何もなくて本当によかった。まだまだ元気なおばあちゃんと家族4人で楽しく暮らしていきます。浮気しました。ごめんなさい。は？何のドッキリ？本当よ。でもこれには深い深いわけがあるの。ちょっと待って。アイナが浮気なんて信じられないよ。妊娠中なのに浮気なんてできないだろ。浮気したのは妊娠前。あなたが仕事から帰ったら直接謝罪します。土下座でも何でもします。どうか許してください。本当なのか？うん。なんで自分からバラしたの？権力に屈しないと決めたの。何の話？実は1年前に旦那をクビにすると脅されて、無理やりあなたの上司に押し倒されたの。上司？誰だよ。佐藤さんって人よ。佐藤部長が？ないない、あの人がそんなことするなんてありえないって。あなたが今も会社員でいられるのは私のおかげなの。君が浮気してくれたおかげってこと？そんなことがあってたまるかよ。私はあなたを守るために、抱かれたくもない人に。私だって辛かったのよ。だったらその時に相談してくれよ。相手が上司だろうと自分の妻を売る気なんかないぞ。後悔してるわ。でも怖くて相談できなかったのよ。あなたが無職になれば我が家は困窮するし、あなたの男としてのプライドが傷つく。それは避けたかった。そう思ってくれるのは嬉しいけど、やったことは許されることじゃない。分かってるわ。全部私が悪いのよね。その話が本当なら悪いのは上司だよ。でも正直信じられないんだ。いきなり家を訪ねてきて、ヘリクツ商事の佐藤ですって名乗ったの。営業で近くに寄ったから奥さんに挨拶をって。そんなことするかな。私はそういうものなのかと思った。だから家にあげてお茶を出したの。そしたらいきなり腕をつかまれて押し倒されて。もういい、知りたくない。私だって抵抗したわ。そしたら脅されたのよ。僻地に飛ばすことだって、クビにすることだってできるって。それで私怖くなって。なんで一面も黙ってたのに今さら勇気になったんだよ。苦しかったの。秘密を抱えて生きていくなんて私にはできなかった。限界だったの。脅して無理やりってのが本当なら警察に行ってよかったんだぞ。私もそう思ったわ。でもそのタイミングでまた佐藤が家に来たのよ。一度じゃないのか？何度もやってきたわ。初めて来た日から3ヶ月後、私の妊娠が分かった。まさか俺の子じゃないってことか？排卵日は把握してたから、あなたの子で間違いない。でも妊娠後もあいつはやってきた。嘘だろ。ユウさんが怖かったわ。でも優しくするからと言ってやめてくれなかった。信じられない。本当にごめんなさい。こんな私嫌だよね。その話が本当なら俺は上司を生かしてはおけない。やめて。せっかく私が首を阻止したのに全てが水の泡になるわ。そんなことのために君が苦しんだとしたら俺は自分を許せないよ。私が間違ってた。ごめんなさい。佐藤部長は今海外に出張中で来週まで戻らない。戻ったら話をしてみる。あなたもしかしたらクビになるかも。クビになるのは部長の方だよ。こんなことが許されるわけないんだ。アキト、ごめん。俺はアキト、32歳の会社員です。妻のアイナとは3年前に結婚。念願の第一子がお腹にいます。が、こんなことになってしまいました。この日、俺が家に帰ると、アイナは玄関で土下座をしていました。大きなお腹が圧迫されるからやめろと言ってもやめようとしませんでした。ごめんなさい。何度もそう言いながら涙を流していました。だんだん佐藤部長への怒りが抑えられなくなり、仕事も手につかない状態に。俺は我慢できず海外にいる部長へ LINE することに。すると部長から意外な返事が返ってきたのです。数日後。出張ご苦労様です。田中、お疲れ。時差ボケが治らなくて辛いよ。
単刀直入に聞きます。何かあったか？僕の妻に手を出しましたか？は？何言ってんだ。言うことを聞かなければ僕をクビにすると脅して妻とそういうことをしましたか？待ってくれよ、さっきから何の話なんだ。本当に意味がわからないんだが。妻がそう言ってるんです。佐藤部長に襲われたと。冗談じゃない。そんな根も葉もないことを言われても困るよ。じゃあ僕の妻が嘘をついてると？それは知らないが、俺も嘘はついてない。何よりお前を裏切るようなことをするはずがない。営業で家の近くに来たからと僕の家に寄ったことは。営業中にそんなことするわけがないだろう。だいたい君の奥さんに会ったこともないし、顔も知らないよ。部長、信じていいんですね？なんで俺の名前が出てくるんだよ。勘弁してくれよ。俺を新人の頃から育ててくれて、相談にも乗ってくれた部長のこと疑ってすみません。お前は可愛い部下だぞ。そんな奴の奥さんに手を出したりするもんか。じゃあ妻が嘘をついてるということでしょうか？その可能性が高いが、なぜ俺の名前を出したか謎だな。僕が家でよく名前を出すからかもしれません。なんでいつかバレるようなこんな嘘をつくんだろうか。わかりません。こんなこと言いたくないが、奥さんを調べた方がいい。え？何か秘密があるかも。そうでしょうか。もうすぐ生まれるんだろう。すっきりした気分で父親になりたいだろう。確かに。たく、俺を疑うなんてお前も大したやつだよ。すみませんでした。帰国したらビール一杯おごれよ。了解です。お忙しいところ失礼しました。構わないよ。田中、頑張れ。ありがとうございます。数日後、出産予定日が近づいてきたな。初めてのお産で不安だわ。あなた立ち会ってくれるわよね？誰の子かわからないのに立ち会えるかよ。どういう意味？俺のために佐藤部長と寝たと言ったな。そうよ。佐藤部長はしっかりと否定したよ。きっと嘘ついてるのよ。そんな人じゃない。それに君が佐藤部長が来たと言っていた日は出張でいなかった。じゃあ、あの人は誰なの？佐藤部長を語った誰かがお前を襲ったと言いたいのか？そうよ、それしか考えられない。嘘つけよ。あなたのために仕方なかったの。責めるなら上司を責めてよ。俺の上司8人もいないぞ。え？お前には8人の男がいるんだろう。何言ってるの？全部調べたんだよ。そんなことできるわけない。だいたい8人分調査しようなんて思ったらいくらかかるのよ。100万じゃ効かないわよ。そうだな、探偵に頼む余裕は確かにないよ。そうでしょ。調べたなんて適当なこと言わないで。君のスマホを見た。は？1号から8号ってのが浮気相手だな。人に番号をつけるなんてどんな神経してんだよ。なんで勝手に見たのよ。どうやってロックを解除したの？寝てる間に指を借りて指紋認証で突破した。一度寝たら起きないからちょろかったわ。なんてことを。まさか遠く利益を残したまんまだとはね。おかげで助かったけど。あれは違うの。友達と遊んでただけなの。ずいぶん凝った遊びだな。今流行ってるの聞いたことねえよ。ねえ、もうすぐあなたの子が生まれるのよ。こんなことで言い争ってる場合じゃないと思わない？言い争ってる場合だよ。生まれてくる子は誰の子なんだ？確実にあなたの子よ。間違いない。私にはわかる。8人も男がいて確実なわけないだろ。女にはそういうのわかるの。よっぽど自信があるんだな。だったら DNA 鑑定できるよな。そういうのはやめましょう。母体に影響が。心配するな、血液検査だけでいける。たとえ生まれた後でも赤ちゃんに負担はない。でも疑われるのは気分が悪いわ。私たち夫婦の関係にヒビが入ってもいいの？とっくにヒビだらけだろ、8人と浮気してる時点で。だからそれは違うんだって。1号から順に連絡したよ、お前のふりしてな。そんな履歴残ってないわよ。スクショだけ取って全て削除したに決まってるだろ。そこまでするなんてひどい。みんな今も継続して関係があることを認めたぞ。それは。しかもお前が既婚だと知ってるな。そしてみんなが自分の子だと思ってる。それは。全員から養育費を取ろうとしてたんだよな。そのやりとりも履歴にしっかり残ってたぞ。いや、1人3万として月に24万か。そこら辺のバイトよりいいじゃん。もうあんたのせいで計画が台無しよ。
せっかく楽な生活を送らせてあげようと思ったのに。ああ、んたの安月給じゃ生活が苦しいでしょ。私が楽させてあげるつもりだったの。誰が頼んだそんなこと。もう最悪よ。どうせ離婚するんでしょ。私は8人のうち誰かのところに行くわ。それは無理だな。なんでよ。全員にバラしたから。は？お前のやってきたこと、8人と浮気してたこと、子供の父親は不明なこと、全部バラした。なんてこと。住所も会社も聞き出せたし、あとは8人まとめて訴えるか。あ、お前入れて9人だな。冗談やめてよ。私妊婦よ。もうすぐ出産するのよ。どうやって慰謝料なんか払えって言うわけ。知らねえよ。もういいでしょ。十分怒ったよね。私も土下座までしたし、これで終わりにしよう。意味不明。てかさ、結局なんで自分で浮気をバラすようなことしたの。あのまま黙ってれば俺気づかなかったかもしれないのに。生まれてくる子があなたに行けなかった時になんて言い訳すればいいかわからないと思って。7号にいたって若い黒人だし。保身かよ。自分を被害者に仕立て上げたわけか。部長を加害者にしやがって。最低な女だな。でも絶対にあなたの子よ。生まれてくる可愛い子を一緒に育てよう。俺の子なら俺が育てる。私自信があるのだから検査する。あっそう。じゃあとっととやってくれるかな。結果出るまで実家帰るから。分かった、すぐにやるわ。後日談。結果、俺の子ではありませんでした。浮気相手の8人全員の DNA 鑑定をして父親探しをしたそうですが、どれも違ったそうです。実は9人目がいたことが判明。その人は半年前に他界したそうで、養育費を請求することは叶わなくなりました。弁護士に相談して嫡出否認の手続きをしたので、法的にも僕の子供ではありません。何の援助もなく一人で寂しく子育てをしていくなんて哀れな女です。せめて子供には愛情を注いでほしい。そう願ってやみません。僕は帰国した佐藤部長に焼け酒に付き合ってもらいました。お詫びのはずが愚痴を聞いてもらい、おごるはずがしっかりごちそうになってしまいました。一瞬でも疑ったこと本当に申し訳なく思っています。これから仕事モードに切り替えてバリバリ働きます。結局のところあなたが犯人なのよね。はい、何の話ですか。最近いくつかあったでしょ、空き巣事件。は？なんで私が空き巣なんかするんですか。だってうちのマンションの2階に住んでるでしょ。意味がわかりません。2階イコール犯人なら容疑者だらけですよ。私の中の名探偵センサーがあなたを指してるのよ。そのセンサー壊れてますよ。修理出してください。2階は家賃が安いということは貧乏。貧乏だと人から物を盗む。ほらね。え、ほらねって言われても困ります。警察に情報提供しておくわ。市民の義務だものね。でたらめなことを言って多忙な警察の邪魔をしないでください。うちは容疑者リストからは外れるわ。だって最上階の富裕層だもの。あの、このマンションそもそもが5階建てですし、最上階って言っても家賃もそんなに変わりませんけど。5000円も違えば貧富の差は明らかよ。うちは小さい子がいるし、このマンションは1階が駐車場で開花に気を使わなくていいから2階を選んだんです。長い言い訳をするときは決まって嘘なのよ。私そういうの分かっちゃうタイプ。分かってない。あなたにひげ変えたら泥棒顔よ。ゆりさんも試しに変えてみたらどうですか。私より似合うかもですよ。冗談はやめて。まさかゆりさんが泥棒だったなんてオチじゃないですよね。なわけないでしょ。疑われるのって気分良くないでしょ。ゆりさんもやめてくださいね。前からあなたのことを気に入らなかったのよね。いろんな人と仲良く話してるし、無駄に明るくて鬱陶しいし。普通そういうことをわざわざ言いますか。そんなあなたがキスで逮捕だなんてことになったら私も安眠できそう。じゃあ安眠は無理でしょうね。私犯人じゃないので。犯罪者なんてね、やったかどうかは重要じゃないの。いやいや、やったかどうかが一番重要でしょう。私の叔父は警察官なのよ。それがどうしました。一歩入れとくわ。ちょっと余計なことしないでください。捜査を混乱させるだけだし、私に容疑がかかるなんて冗談じゃありません。
証拠があったらどうする？証拠って何ですか？それは後からのお楽しみ。本当に余計なことしないでくださいよ。お願いしますからね。ふふふのふ。私はアイナ、33歳の主婦です。同じマンションに住むママ友のユリさんとは挨拶をする程度の仲。最初に LINE を交換しましたが、一緒にランチも行ったこともなければ、込み入った話をしたこともありません。しかしたまにこうやって LINE をしてきて、人が不快な気持ちになるようなことを言うのです。ブロックするにもマンション内で時たま会うしと頭を悩ませていたところでした。そしてここに来て私を空き巣の犯人だと決めつけてくるなんてひどすぎます。もしこれが本当はゆりさんの仕業だったというオチなら、それはそれで面白かったのですが、事態はそう簡単な話ではなかったのです。警察のうちがあなたから話を聞きたいって。はい、本当に言っちゃったんですか？私も含めてママ友数人があなたがキスしているところを見たって伝えたのよ。それどういうことですか？ママ友たちに頼んで証言してもらうことにしたの。それって証言の捏造ですよね？捏造ではないわね。見た気がするとか、似たような人を見たとかだから。いやいやいや、絶対に私じゃありません。容疑者なんて冗談じゃありませんよ。でもね、警察って疑うのが仕事じゃない？あなたが怪しいと思えば調べるしかないみたいよ。お気の毒。私を目の敵にするのは自由ですが、ここまでやりますか？あなたがパトカーに連行される瞬間は絶対に目に焼き付けるわね。話せば分かってもらえると思います。冤罪で刑務所に放り込まれた人はいくらでもいるわよ。日本は有罪率 99.9% だからね。あなたも起訴されれば終わりね。恨みがあるならこんな陰湿なやり方じゃなくて直接言えばいいじゃないですか。恨みなんかないわ。ちょっと気に入らないだけ。私何かしました？別に。こんなことしてたらゆりさんが罪に問われますよ。何のために警察におじがいると思ってんのよ。もし呼ばれたら私正直に話しますから。勝手に話せば。誰も犯罪者の言うことなんか聞いてくれないわよ。インターホン鳴りました。ついにお迎えが来たわね。おお、下にパトカーいるじゃん。あれに乗ってくのね。絶対に無実を証明してみせますから。ついに捕まるのね。邪魔見ろだわ。ただいま帰りました。え？釈放されましたけど。うっそ、こんなに早く？なんでもっとちゃんと捜査しないのよ。捜査してたから私が釈放されたんです。どういうことよ。真犯人が見つかったそうですよ。え？それから匿名で署に電話があったそうです。匿名？ある人に脅されて嘘の証言をしてしまったけど、アイナさんは犯人じゃないですって。誰よ。ママ友のうちの誰かでしょうね。私がパトカーで連れて行かれるところを見て怖くなったのかも。裏切り者め。どんな手を使ったのか知りませんけど、ママ友を脅すなんてとんでもない人ですね。私は何もしてないけど。そうですか。そんなことより、空き巣の真犯人捕まったそうですよ。え、本当なの？あれ、まだニュースになってませんかね。載ってる、これだわ。ありました。嘘、まさか。これおじなんだけど。あの警察官の？こんなことありえないわ。警察官が泥棒なんかするわけないでしょ。警官が空き巣やった事件なんて過去にも何件もありますよ。うちのおじに限ってありえない。ありえるから捕まったんでしょ。そんなの信じない。人のことは簡単に警察に売るくせに、自分の身内となると真実なのに受け入れないんですね。あなたとおじを一緒にしないで。子供の頃から優しくて自慢のおじだったのよ。でも泥棒でしたね。余罪も数件ありそうだってニュースに載ってますね。そういえば、私が海外に行っているママ友の話をしたことがあったの。その家直後に空き巣に入られてるわ。おじさん、ゆりさんからも情報を集めてたんですね。なかなか良い周到ですね。ショックすぎる。やっぱり血は争えないんですかね。どういう意味？ゆりさんもおじさんの血を受け継いで盗み癖ありますもんね。なんてこと言うのよ、名誉毀損よ。根拠がなきゃこんなこと言いませんよ。根拠って証拠でもあるっていうの？
商店街のスーパーってうちのおじが経営してるって知ってました？え？防犯カメラで犯人は突き止めたらしいんだけど、お前この人を知らないかって LINE で送られてきた画像がゆりさんだったんですよ。防犯カメラ？嘘？あんなボロスーパーにそんなものあった？バカにしないでくださいよ。確かに古くてボロいですけど、カメラくらい置いてますよ。舐めてた。いけませんね。子連れで万引きなんて教育に悪すぎます。子供にはさせてない。当たり前でしょ。ストレスが溜まってたのよ。夫は仕事ばかりだし、友達もいないし、わかるでしょ。全然わかりません。おじが捕まって私まで捕まったら、うちの親族どうなると思う？怒るでしょうね。私なら恥ずかしくて街を歩けないかもです。怒るどころじゃ済まないわ。感動よ。そうですか。それは仕方ありませんね。受け入れてください。おじさんはまだ警察に行ってないんでしょ？どうでしょうか。私が画像を確認したのがさっきなので。あなたから頼んでほしいのをお礼ならちゃんとするわ。何を頼むんですか？警察に言わないでってこと。どうしてですか？ママ友だからでしょ？しかも同じマンション、縁もゆかりもありすぎる。でも仲良くないですし、犯罪者を野放しにするのは私の正義感が許さないっていうか。そこをなんとか。それに同じマンションの506のアイナさんだって返事しちゃったし。え、住所まで教えてしまったの？はい。終わった。逃げられるなんて思わない方がいいですよ。警察官のおじさんも悪いことをすればちゃんと捕まるほど警察は優秀なんですから。万引きくらいじゃ大したことないわよね。さあ、万引きでも刑務所入った人はいるみたいですよ。やだ、絶対にやだ。私は母親よ。誰がこの子たちの面倒を見るって言うのよ。そう思うんだったら悪いことなんかしないことです。やってから焦っても遅いですよ。助けて。私にそんな力ありません。防犯カメラの映像を削除するとかやれることあるでしょ。してやろうという気持ちもございません。ケチケチケチババア。泥棒にだけはケチと言われたくないですね。私、自分家の買い物はちゃんとお金払ってますし。うん。やってたのはうちのスーパーだけですか？いやだ、絶対に言わない。罪が重くなるもん。今自白したのと同じって分かってます？ああ。お粗末な万引き犯ですね。うるさい。それと私がパトカーに連行されていくところ、インスタに上げましたよね。だから何よ。名誉毀損で訴えます。なんでよ。衝撃スクープ、ママ友の逮捕劇ってめちゃくちゃ人のことバカにしてますよね。それはノリっていうか、ツイッターでも拡散されてるし、これちょっとやそっとじゃ収まりませんよ。悪かったわ。謝って済む問題じゃありません。刑事でも民事でも訴えますので。そんなことされたら私は身も心もボロボロよ。万引きのこともあるのに。知りませんよ。全部自分でやったことでしょ。お願いします。どうかインスタの件だけでも勘弁してください。やだよバーカ。その後すぐにおじが警察に証拠映像を提出し、ゆりさんは逮捕されました。私も名誉毀損罪で告訴し、民事でも訴えることにしました。拡散された動画は悔しいですが、火が消えるのを待つしかありません。しかし警察のおじさんの犯行だったとは本当にびっくりですよね。その後近所での空き巣被害はすっかりなくなり、町には平和が訪れました。おじのスーパーも万引き被害がなくなってよかったと喜んでいます。仕送りが足りない。来月から倍に増やして。また始まったか。口を開けば金金金。口の中に小銭でも詰めときなよ。嫁の分際でその言葉遣いはなんてことだ。尊敬できる人には敬語使うけど。まあなんて生意気なの。こっちは底意地の悪い姑と同居しなくて済むように毎月10万も送金してるの。なのに毎月1万足りない、2万足りないって催促されて、たまったもんじゃないんだけど。じゃあ同居する？いや絶対嫌だ。結婚当初義母にやられたことは一生許さないから。その義母って呼ぶのやめろ。お母様でしょ。私にとってのお母さんは世界に一人だけなの。その母さえも侮辱した義母を。
私は絶対に許せない。私何したっけ。もうろくするの早くない。私が母から譲ってもらった振袖の袖を切ったでしょう。結婚したら振袖なんか切れないんだからいいでしょ。切った部分でポーチでも作った方が母親も喜ぶわよ。娘の成人式に着せてやるのが夢だったのに。また買えばいいでしょう。しかもタンクトップみたいな切り方しやがって。スギちゃんじゃないんだからな。そんなことでいつまでもぐち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 。もう小さい女、母の形見だったのよ。それだけじゃない。私が妊娠した時も性別が女だと分かった途端歩道橋の階段から突き飛ばしたくせに。あれは私がよろけただけ。警察もそれを信じたから逮捕しなかったでしょ。外面の良さと嘘つく能力だけは天才的だもんね。逮捕されればよかったのよ。無事に生まれたからよかったものの、出血して大変だったんだから。男も産めないくせに偉そうなこと言うな。女がいなきゃこの世に子孫が残せないでしょうが。男尊女卑もいい加減にしな。私は息子が結婚したら一緒に住むのを楽しみにしてたの。もうあんたみたいなんが嫁に来たせいで台無しだわ。年金ももらってて仕送り10万もしてるんだからおとなしく暮らしててよ。こっちに関わらないで。たった10万の仕送りで偉そうにしないで。どうしようもない嫁だわ。ご不満なら仕送りやめるね。ああ、いや、今のは売り言葉に買い言葉。ちょっと健太と話して考えるわ。やめて、10万で我慢するから。ちょいちょいイラッとくる言い方するよね。だって足りないんだもの。健太が一人暮らしの母親を思って出してる金額をたったのっていうような人に払い続けるのが正しいのかよーく考えさせてもらうわ。はあ、そんなこと言わず仲良くやりましょう。自分が不利になるとそうやって媚びへつらうよね。で、時間が経ったらまた悪態ついてくるの。もう振り回されるのも疲れるんだけど。つつましく暮らすからね。何がねーなのかわかんないわ。私はサキ、34歳のパート主婦です。結婚7年目で娘が1人います。当初姑のたっての希望で同居していたのですが、3ヶ月で解消しました。数えきれないほどの嫌がらせをされてきました。暴力や暴言は当たり前で、コーヒーには塩、味噌汁には砂糖などなど。夫も注意してくれてたのですが、泣き落としと嘘でごまかすだけ。業を煮やした私が隠しカメラをセットし、録画した動画を見て夫も同居解消を決めたのです。それは座っている私の後頭部を背後から足で蹴ったものでした。鞭打ちになり数ヶ月通院したほどです。警察に言わなかったのは娘を犯罪者の孫にしたくなかったから。今思えば警察に突き出しておけばよかったと後悔しています。でも腐っても夫の親、義父が他界し寂しいのは事実だろうし、多少のわがままは多めに見ていたのですが、調子に乗った姑はこの後とんでもないことをして、私の怒りは最高潮に達するのでした。1ヶ月後。ああ、足りない、お金が足りない。ねえ、先月した会話もう忘れた？私何か言った？つつましく暮らすって言ったのよね。言ったかしら。娘も小学校入学でいろいろと入り用なの分かるでしょ。ああ、そういえば親戚からお祝い金を預かってるのよ。使われる前にすぐに取りに行く。誰が残ってると言った？は？もうないわよ。何考えてんの？よーく考えなさい。その子が生まれたのは私という存在があってこそよ。だから私にも使う権利がある。アホなの？あと、あなたのご実家がランドセル買うって言ってたでしょ。それが何？ランドセルはもうこっちで用意したから現金にしてくれって頼んでおいた。は？用意したって誰が？まさか義母が買ったとか？私が買うわけないじゃない。小学生なんて誰でもなれるものをなんで祝う必要があんのよ。じゃあなんで断ったの？色もデザインも決めてあとは買うだけだったのよ。嫁に渡すとすぐに使うから私が預かると言って20万ほどいただいた。最近のランドセルってなんであんなに高いのかしら。まさか使ってないよね。使
助かった。だから足りないと連絡してるんでしょ、このスカポンタンが。ありえない。怒りで血管切れそう。親戚のお祝いが全部で20万でしょ。あんたの実家が20万でしょ。たったの40万よ。すぐになくなるわ。病院行けば。私は健康よ。いや、脳を見てもらった方がいい。マジでおかしいから。なんてこと言うの。皆さんからの好意をなんで強欲ババアに使われなくちゃいけないのよ。仕方ないでしょ。一体何に使ってるの。関係ないでしょ。ギャンブル。そんなものに使うわけがない。服もバッグもダサいし、ファッションってわけでもなさそうだしな。顔も汚いからエステはありえないし。黙ってりゃ言いたい放題言うわね。じゃあ白状しなさいよ。私は幸せのために意義ある使い方をしてるの。それを言えって言ってんだよ。ダメ、あなたに邪魔されたくないの。まさか男。ああ、それはないか。こんなお化けを相手にする人いるわけないもんな。ちょっとさっきからバカにしすぎよ。とにかくこれは由々しき問題よ。健太に相談する。やめて、今回は魔が差しただけなの。もうその手には乗らない。何年かかっても返すから。もう終わりよ、覚悟してなさい。数週間後。すみえさん、ご無沙汰してます。あ、今日は義母って呼ばないの。それになんで敬語。え、だって他人ですもの。敬語を使うのは最低限の礼儀ですよ。やめなさいよ、逆に気持ち悪いわ。お気になさらず。で、早速本題なんですが、仕送りの額あげてくれるの。すみえさんたらご冗談がきつすぎますことよ。じゃあ何よ。あなたが何にお金を使ってたのかやっと判明したんです。え、スカスカ教のお布施ですね。なんで年寄りの後をつけるなんて造作もないことです。心の平穏と世界平和のためよ。お布施をけちれば極楽浄土にはいけないの。ご心配なさらずとも、すみえさんのようなクズ人間は地獄行きが確定してるので、どうせ極楽行きのチケットは手に入りませんよ。うるさい。40年ぶりくらいに学生時代の友達から電話が来てね。今幸せって聞かれてハッとしたの。私って幸せなのかしらって。息子夫婦から毎月10万もらって幸せじゃないはずがないでしょ。お金じゃ幸せは得られないわ。とりあえずお話だけ聞くことにしたの。そうしたらもう涙が止まらなくて。お金にはよどみが溜まっているから、なるべくたくさんのお金を手放すことが大事だって言うのよ。そしたらもっと幸せになれるって。アホらしい。あなたも一度話を聞いてみない。スカスカ様の説法を聞けば、その腐った根性も叩き直してもらえるわよ。結構です。あなたたちが手放した10万を私は毎月教祖様にお渡しして、よどみを消してもらってたの。感謝してほしいくらいだわ。それ詐欺ですよ。なぜわからないんですか。素人はすぐ詐欺というのよ、何も知らないくせに。スカスカ教なんてホームページもなけりゃ、宗教法人としても登録されてないです。スカスカ様はそういう次元にいないの。スカスカ様の正体を教えてあげましょうか。正体は知ってるわ、神の使いよ。違うんです、私の高校の同級生なんですよ。え、昔から口のうまいやつで同級生のお金を騙し取ってばかりいた最低な男です。名前は斉藤隆二。証拠は会ってきました。スカスカ様の総本山ってところに行って、まあ普通のマンションの一室でしたけど。会えたの。同級生の間ですでに噂は回ってたんですよ。どうも隆二が怪しい宗教をやって年寄りから金を騙し取ってるって。だから隆二を出せと言ったらすぐに通してもらいました。でスカスカ様はその隆二って人だったの。間違いありません。安っぽい祭壇に偉そうに座ってたけど、あの釣り上がった目にひん曲がった口、クズの隆二でした。でもスカスカ様の言ってたことは確かに私の心に響いたのよ。詐欺師は口がうまく、
人の懐に入り込むのが得意なんです。寂しい年寄り騙すなんて朝飯前なんですよ。そんな、さっさとこんなことやめて騙し取ったお金を返せと怒鳴っておきましたが、理解したかどうか。なので警察に通報しました。スカスカ様はどうなるの？さあ捕まるんじゃないですか。なんでよ。あいつから何買いました？壺と水。いくらで？壺は30万、水は1本2000円。たっか。で、なんて言われたんですか？悪霊がついてるから壺と水で除霊してお金を捨てろと。あくどいな。全部嘘ですよ。あいつには霊感なんてこれっぽっちもないし、昔も今もただの悪党なんです。あんな澄んだ目をしてるのに。見る目なさすぎでしょ。あんなに目の濁ったやつこの世にいませんよ。やっと人生の生きがいを見つけたっていうのに、お父さんの遺産も貯金も全部失ったじゃない。どうしてくれんのよ。その時はスカスカ様を信じて救われてたのは事実なんでしょ。だったら自分のせいです。あんたがもっと早く気づいてれば。あ、いや、あんたが高校の時にそいつをどうにかしてればこうはなってないはずよ。うわ、私のせいですか。今から言って取り返してくる。私もそう思ってさっき言ってみたんですけど、もぬけの殻でした。逃げられましたね。そんなバカな。それと来月から仕送りはやめます。なんで？だってもうお布施も必要ないし、年金で十分でしょ。ダメ、住むところがなくなるの。どういう意味ですか？多額のお布施を払えばランクの高い極楽に行けると聞いて家を売ってしまったのよ。はあ、もうつける薬もないとはこのことですね。1週間後には家を出なきゃ。そっちに行っていいわよね。絶対嫌です。私が敬語使ってる理由説明しましたよね。もう今日から他人なんですよ、私たち。あんたはともかく、ケンタがそんなことするわけない。ケンタもショック受けてますよ。苦労して捻出してた10万をそんなくだらない詐欺に騙されてたんだって知って。目が覚めたんだからいいでしょ。うちの両親や親戚のお祝いを使ったこと、私はどうしても許せません。そういうことを平気でして、謝りもしない人とは付き合っていく気がないです。あー、ごめんなさい。はい、謝った。60年も生きてきて謝罪の仕方もわからないんですね。悪かったと思ってる。これからはつつましく暮らすから。何度も騙されました。もう信じられません。あー、お願いだから見捨てないで。60過ぎても働いてる人はたくさんいます。頑張ってくださいね。面倒見てよ。ああ、うちに来たら警察に通報しますから。ああ、全部スカスカのせいよ。あいつを見つけてお金を取り戻してやる。勝手にやってください。さようなら。後日談。1週間後、家を出る羽目になった義母は住み込みの仕事をどうにか見つけ、スカスカ様ことリュウジを探したそうですが、儲けた金で高飛びでもしたのか、消息すらつかめなかったようです。お金も家族も失った義母、反省してお金を少しずつでも返してくるかなと思っていましたが、何の音沙汰もありません。なので私を殴ったり人の金を横取りしたことを証拠を揃えて警察に通報しておきました。ケンタから聞く限りだと今は逮捕されて裁判中だとのことです。仕事も寮もせっかく見つけたのに残念ですね。こちらからも民事で損害賠償請求をしておきました。どんな形であれ、あんな義母と縁が切れて私はすっきりです。娘のランドセルは希望のものを購入できました。家族3人仲良くやっていきます。